一つ目、岐阜高校教師教え子殺人事件。どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、禁断の恋って憧れるわよね。ロミオとジュリエットみたいに、結ばれてはいけない関係の恋ってすごくロマンチックだと思うわ。確かに、そういった題材の小説や映画はたくさんあるよな。そうそう、昔見た高校教師っていうドラマもそうだわ。先生と生徒の恋愛関係の物語とか、よく見ていたわね。ドラマは面白いが、フィクションだからこそ楽しめるんだぜ。現実でも素敵だと思うんだけど、どうしてそう思うのよ。かつて、先生と生徒という関係を利用して教師が教え子に近づき、殺害する事件があったんだ。そんな事件があったの。どんな事件なのか詳しく知りたいわ。ではまず、事件の概要を説明するぜ。この事件が発生したのは、今から約40年前となる1986年10月14日の夜だ。岐阜県羽島市の中古車販売店の駐車場で、通行人から何かが燃えていると119番通報があったんだ。駐車場で火事が起きるなんて、珍しいわね。一体何が燃えていたのかしら？消防署が駆けつけ消火すると、焼け跡から若い女性の黒焦げた焼死体が発見されたんだ。人間が燃えていただなんて衝撃的だわ。その人はどんな女性だったのかしら？当時の岐阜県警羽島署、現在の岐阜羽島署が指紋などを採取した結果、女性は元モデルの S さんだったことが判明したんだ。手首を縛られて亡くなっていたことから、警察は殺人の可能性が高いとみて捜査を開始したぜ。怖すぎて、犯人が捕まるまで周りの住民は夜も眠れないわね。一体犯人は何のために S さんを殺したのかしら？モデルをしていたような女性なら、ストーカーによる被害もありそうだわ。だが、容疑者はすぐに浮上したぜ。S さんの焼死体が発見されて5日後の10月19日、彼女の銀行口座からキャッシュカードで現金36万円が引き出されていたんだ。警察は防犯カメラの映像から、現金を引き出した男を犯人と断定したんだ。S さんが亡くなった後に他人がお金を引き出すなんて絶対に怪しいわ。その人はどんな人だったのかしら？逮捕されたのは、岐阜市の県立岐阜西工業高校に勤務する美術担当の高校教諭 K だったぜ。そして、K と共犯した疑いで元看護婦の H も殺人、死体遺棄容疑で逮捕されたんだ。K は当時38歳、H は当時22歳だったぜ。高校の教師だったの。高校教師と看護師なんて関わりがなさそうだけど、どうして凶暴で殺人事件なんて起こしたのかしら？二人の年齢もバラバラだし。あ、でも H は S さんと同い年だわ。いいところに気がついたな。ここからは犯人と S さんの関係について見ていくぜ。K は1979年に S と H が通う高校に赴任してきたんだ。つまり、S と H は K の教え子ということになるぜ。また、S さんの方が1学年先輩だったんだ。S と H の年齢が近く、K が離れていたのはそういうわけだったのね。K はどんな先生だったのかしら？ K は美術の先生で美的センスに優れていたんだ。他の教師とは違って派手な服装で授業を行うなど、目立つ存在だったようだぜ。金ちゃんというあだ名で呼ばれ、生徒に人気の先生だったんだ。確かにおしゃれな先生って人気者になりそうだわ。他の先生は生徒が喫茶店に入るだけで怒ったが、K の前では平気だったり、生徒からは型破りな面白い先生と思われていたようだぜ。特に女子生徒からの人気は抜群だったんだ。そんな先生が犯罪を犯すようには思えないわね。生徒から人気の高い先生だったが、学校関係者からは、全体的にいい加減、やることなすことめちゃくちゃ、とあまり評判が良くなかったようだ。特に女性関係にルーズで、他の学校でも教え子との噂が絶えなかったぜ。工業高校に赴任してきたのも、女生徒が少ない学校に回されたからだと言われているほどだ。大人から見たらだらしない人だったのね。そして K は生徒に対するエコひいきが激しい先生としても有名だったぜ。さらに、教師にあるまじき恐ろしい裏の顔も持っていたんだ。裏の顔って？ K は女子生徒にデッサンのモデルをしてほしいと頼み込み、ヌード写真を撮っていたんだ。そして、その写真を使って女生徒に性暴力を行い、通報したら写真をばらまくと脅していたぜ。ひえ、よく警察に捕まらなかったわね。当時はインターネットも発達してなかったから、なかなか明るみにならなかったんだろうな。S さんは元モデルだし、当時も相当美人だったはずだわ。K は S さんも狙っていたんじゃないかしら？ S さんはとても美人で、高校を卒業する1982年になんと、K と愛人関係になるんだ。愛人ってことは、普通の恋人関係じゃないわよね？そう、K は資産家の医者の娘と結婚しており、娘が3人いたんだ。だから S さんとは不倫関係にあったんだぜ。なんだか健全じゃないわね。
S さんは K が女性とにヌード写真を要求していたことを知っていたの？むしろその被害者の一人だったと思うぜ。K は学校内で容姿の整った女子生徒に声をかけ、グルーミングを行っていたからな。グルーミングって、動物の毛づくろいという意味の英語だが、性犯罪用語としても使われている言葉だ。加害者が自分の立場を利用して被害者に近づき、親しい関係になることで相手を手なずける行為を指すぜ。これは被害者が性事情に疎い未成年の場合によく使われ、チャイルドグルーミングとも呼ばれているんだ。何も知らない子供を対象にするなんて、卑怯だわ。加害者は悩みを抱えて孤立の傾向が見られる子供を標的にして、その子の大人に認められたい、褒められたい、という欲求を利用して近づくんだ。親切さを装いながら、未成熟な子供の不安や孤独感につけ込むんだぜ。加害者は自分が支配できそうな子供を選んでいるのね。その通りだ。子供に共感を与え、褒めることや認めることを繰り返すことで親密感を増し、最終的にはその子に性行為を行うのが目的だ。聞いていると、失礼ながら教師という立場は、グルーミングに適しているように見えるわね。ああ、だから加害者はグルーミングを行いやすい職業を、わざと選んでいる場合もあるんだ。学校の教師以外にも、家庭教師や塾教師、スポーツコーチなど、指導する立場を悪用したグルーミング被害は非常に多いぜ。それだと防ぐのは難しいわね。グルーミングって相手を意のままに操るようなものなのかしら？グルーミングはマインドコントロールの一種とされているんだ。だが、普通のコミュニケーションの中で行われるため、周囲が気づくのは難しいぜ。加害者が対象者を家族や周囲の人から切り離そうとするのも特徴で、そのような傾向が見られたら要注意だな。でも、今回のように愛人関係になるまで関係を深めてしまったら、たとえ家族でも解決は難しいんじゃないかしら？そうだな。加害者は子供たちにとっていい人を演じることに長けているから、あの人がこんなことをするはずがない、と周囲や被害者自身にも思わせることができるんだ。性暴力も恋愛感情の延長と捉えるため、自分が被害者だと自覚することができないんだぜ。確かに、優しくて評判のいい大人だったら、子供にひどいことなんてするはずないと思ってしまうかもしれないわ。K はグルーミングの手口をどうやって習得したのかしら？ K がグルーミングを習得したのか、元々の性癖から自然と身につけていったのかは明らかになっていないぜ。ただ、グルーミングの加害者の中には、かつて被害者だった人も多いんだ。自分が被害を受けた時のやり方を覚えており、大人になってから自分がされた方法と同じやり方で加害者になるといった事例もあるぜ。この場合は加害者と被害者が同性同士であることが多いな。同性同士でも起こりうる犯罪なのね。そういえば、某アイドル事務所の社長も所属しているアイドルを、性行為で手なずけていたってニュースでやっていたわね。それもグルーミングの一種と言われているぜ。男性同士の場合は女性と比べて性被害に遭うイメージが少ないためか、発覚が遅れてしまうことが多いんだ。誰でも被害者になりうるということなのね。そして加害者の外面がよく被害者も慕っているために、事件が明るみになりにくい、厄介な犯罪なんだぜ。つまり K はグルーミングで被害者の女子生徒を手なずけて、自分の犯罪が表に出ないようにしていたのね。そういうことだ。K の被害に遭った女子生徒は少なくとも 4,5 人はいたとされているぜ。その中に S と H がいて、卒業後も愛人関係を続けていたというわけだ。なんて卑劣で狡猾な奴なのかしら。教師の風上にも受けないわ。S さんは K の勧めでモデルクラブに就職するが、たった8ヶ月で退職しているぜ。その後会社員として就職するも、1年で退職してしまったんだ。S さんは仕事が長続きしないタイプだったのかしら？ K に勧められていたから自分のやりたい仕事じゃなかったんだろう。その後は K の強い要請で、S さんは風俗で働くことになる。教え子を風俗で働かせるなんて最低な教師ね。S さんがやりたかったかどうかはわからないが、彼女はそこで売れっ子になりかなりの高級取りになったんだ。しかし、S さんが得たお金は K が高級車や、高級腕時計の購入に使って全てなくなってしまったぜ。せっかく働いたお金を自分で使えないなんてひどすぎるわね。S さんも怒ると思うんだけど、洗脳状態で拒否できなかったのかしら？最初はお金を渡していた S さんだが、徐々に不満を抱くぜ。お金のこともそうだし、自分がずっと愛人なのも我慢できなかったんだ。ある時、S さんは、今まで貢いだ金を返済するか、奥さんと別れて一緒に暮らしてほしい、と K に迫ったんだぜ。S さんの立場からすれば当然そう思うわよね。でも、関係を切って自立しようとは思えないほど、S さんは K に依存していたのね。K も S さんから大金を貢いでもらうことに慣れてしまっていたから、相互に依存していたんだろうな。だが K は、S の要求を拒否したぜ。S さんのことは金づるとしか思っていなかったのね。S さんもそれに気づいたのか、
今までの関係を奥さんや学校に全て告白する、と、K を脅すようになったんだ。そこまで言われたら、K も観念するんじゃないかしら？いや、プライドの高い K は S さんの脅しに対し、殺意を抱くようになったんだ。奥さんにバラされるという焦りや、今まで支配下に置いていた女性から裏切られるという怒りもあったんだろうな。どこまでも最低な人間だわ。1986年10月11日の夜、K は自宅近くで S さんを車に乗せたぜ。その時 K は、S さんを事前に購入していた木箱に入れたんだ。妻に見られたら困ると言ってな。木箱に入れたの？明らかに怪しいわ。というか、木箱は人が入れるサイズだったのね。木箱は縦1メートル、横56センチ、高さ70センチのものだぜ。そこに S さんが身をかがめて入った瞬間、K は金槌で S さんの頭などを数回殴ったんだ。S さんの殺害はあらかじめ計画してから行われていたのね。そうだぜ。殴った後、K は紐で S さんの首を絞めようとしたが、S さんは抵抗したぜ。仕方なく K は S さんを箱に押し込んで外から鍵をかけ、勤務先の学校の美術室まで運んだんだ。蓋を開けると、まだ S さんは生きており、意識もはっきりしていたぜ。S さんは逃げなかったの？ S さんは何でも聞くから命だけは助けてほしいと K に懇願したぜ。K は願いを聞き入れることなく S さんに睡眠薬を飲ませ、両手首をビニール紐で縛ったんだ。さらにタオルやクッションを押し込み、S さんは窒息死してしまったぜ。最悪な犯行だわ。でも、どうして K は S さんを燃やしたのかしら？証拠隠滅したいなら、人目につく駐車場なんかで燃やさないわよね。K はどういう計画を立てていたの？実は K は S さんを殺害してから3日間、木箱を美術室に置いたまま平然と授業を続けていたんだ。死体があるのに平気で授業していただなんて、もう同じ人間とは思えないわ。しかし刺繍がしてきたため、もう一人の愛人である H を誘って、木箱を端島市内の中古車販売店まで運ぶよう手伝わせたんだ。そして S さんの遺体を木箱から出してガソリンをかけ、火をつけたんだぜ。木箱や金槌を準備するあたりは計画的なのに、人目のつく駐車場で燃やしたり、他の人に手伝わせたり衝動的な部分もあるわね。H も愛人だったから、そこから犯行が漏れるとは思わなかったんだろうな。H は看護師だから、死体にも慣れていたと考えた可能性もあるぜ。でも事件後に S さんのお金を下ろしに行くだなんて、私が犯人ですと言っているようなものだわ。それほどお金に困っていたんだろうな。K は S さんから巻き上げたお金を使い切るほどの浪費家だったから、いくらお金があっても足りないんだと思うぜ。それに、お金を下ろしていなかったとしても、S さんの人間関係を洗い出せばすぐに K にたどり着いていただろうな。どっちみち逮捕されることには変わりないわ。逮捕された K はその後裁判にかけられることになるぜ。1987年12月8日、岐阜地裁は K に対し懲役15年、H に対し懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の判決を出したんだ。一人の人生をめちゃくちゃにしたのに、軽くないかしら？ K の両親が遺族に慰謝料を渡していたことが、判決の大きな理由だったんだ。しかし検察側は不服として控訴するぜ。両親が慰謝料を払うなんて、随分甘やかされているわね。40歳近い K に対して、甘すぎないかしら？ K の実家は地元では有名なお金持ちの家系だったんだ。K は幼い頃に大病を患ったことから甘やかされて育ったんだぜ。典型的なお坊ちゃまでもあったんだ。この親にしてこの子ありってことかしら？だが1988年6月21日、名古屋高裁では慰謝料が貢いだ金銭の返済分でしかないと認定し、一審の判決を破棄したぜ。改めて K に対して無期懲役の判決を下したんだ。だが、K はこれを不服として上告するぜ。お互い判決を認めない、泥沼裁判になったのね。そしてついに事件発生から4年後の1990年2月23日、最高裁は K の上告を棄却したぜ。これで、K の無期懲役が確定したんだ。ようやく決着がついたのね。でもこの判決はあくまで S さん殺害に対してのものだわ。他にも性被害に遭った女子生徒たちのことを思うと、いたたまれないわね。K のこれまでを考えると、無期懲役でも納得いかない人もいるだろうな。だが、K が表に出ないだけで、被害者になる人が減るんだぜ。K が捕まったのはいいけれど、K が赴任していた学校の生徒も相当ショックを受けているだろうし、その辺のケアも必要だわ。確かに、知られていないだけで K の被害者はもっといた可能性があるぜ。H も共犯者とはいえ、K の毒牙にかかった被害者の一人でもあるわね。K の犯した罪の重さや影響の強さは計り知れないわ。そうだな。そして、K が使ったグルーミングという手口は、昨今 SNS の発展によってより被害が拡大しているんだ。そうなの？ああ、オンライングルーミングといって、SNS やコミュニケーションツールを使って知り合い、オンラインで徐々に子供の信頼を積み上げていくんだ。
そして、現実で会う約束をした後に性行為を強要する被害が増えているぜ。確かに、今はインターネットで誰でも気軽に繋がれるから、被害が増えそうだわ。SNS やネットでの繋がりは家族でも把握することが困難だから、事前に防ぎにくいのも問題だ。現代の子供たちはオンラインコミュニケーションに慣れすぎているんだぜ。だから、ネットだけの繋がりでも会うことに抵抗がない子たちが多いんだ。この問題は日本だけではなく世界的に問題になっているぜ。インターネットと子供たちを守る仕組みを、同時に発展させていく必要があるわね。二つ目、岡山県男子中学生失踪事件。この事件は、2022年11月13日14時30分頃に岡山県倉敷市で起こったものだ。当時14歳だった梶谷美月さんが失踪したんだ。どんな風に失踪したの？まず梶谷さんは14時30分頃に、塾に行ってくる、という理由で、自転車で家を出た。このことは両親も確認している。そこから失踪したって話だけど、それなら何かの事件か事故に巻き込まれた可能性があるわ。それについては後に話すが、少なくとも梶谷さんは、17時30分頃に母親に LINE で18時に帰るっていう連絡を入れてるんだ。そういうメッセージがあったってことは、梶谷さんには帰る意思はあったってことなのかしら。ただ、18時になっても梶谷さんは帰ってこなかった。それどころか夜になっても帰らなかったことで、両親は倉敷署に届け出を出したぜ。帰るっていう連絡をしてたのに帰ってこないとなると当然の反応だと思うわ。そうして届け出が出されたことで捜索が開始されたんだが、警察の捜査によって梶谷さんの失踪後の動きがある程度わかったんだ。失踪後の動きがわかったなら捜査もしやすそうだけど、何が見つかったの？まず失踪当日である11月13日に、JR 倉敷駅付近の商業施設で梶谷さんが乗ってた自転車と同じものが発見されたぜ。梶谷さんは自転車に乗って塾に向かったって話だったわよね。梶谷さん本人はそこでは見つからなかったの？ここでは見つからなかった。ただ、さらに捜査をしてみると、今度は当日の JR 三原駅の防犯カメラに、梶谷さんらしき人物の姿が映ってたんだ。それじゃあ梶谷さんは、そこで電車に乗って、どこかに移動したのかしら？あくまで似た人物だから本人なのかどうかはわからないな。他の駅のカメラには映ってなかったの？他のカメラにも映ってれば、どんな行動をしてたのかがある程度わかるんじゃないかと思うんだけど、他にカメラに映ってたっていう情報は特にないぜ。だが翌日の14日には次の遺留品が発見されたんだ。今度は何が見つかったの？梶谷さんが使ってた携帯電話と本が発見されたぜ。しかしなぜか、発見されたのは広島県尾道市の路上だったんだ。え？梶谷さんが住んでたのは岡山県倉敷市だったのに、携帯とかが見つかったのは広島県の尾道市だったの？ああ。つまり、もし梶谷さん本人の意思で移動したのだと仮定すると、梶谷さんは倉敷市から三原市まで移動して、そこから尾道市に行ったってことになる。それって移動経路としてはおかしかったりしないの？別におかしくはないぜ。一つ疑問点として挙げるとすると、梶谷さんが最後にいたのがどこなのかって部分だ。尾道じゃないの？尾道市はあくまで遺留品が見つかったってだけで、それらがどのタイミングで置かれたものなのかは判明してないんだ。だからもしかすると、梶谷さんは先に尾道に行った後に、三原駅に行った可能性もあるんだ。そういえば、駅の防犯カメラに映ってたのは三原駅だけだったのよね。ああ。だから実際の移動ルートを割り出せてはないんだ。でもそれは置いておくにしても、どうして梶谷さんは尾道市に行ってたのかしら。隣の県ではあるけど、何か理由とかあったりしたの？梶谷さんが尾道に行った正確な理由までは判明してないんだが、一つの可能性として、母親からある証言が取れてるんだ。お母さんには心当たりがあったのね。母親によると、梶谷さんは2021年に島並海道へと校外学習に行ってたらしいんだ。その時に自転車に乗って楽しかったっていうことを話してたそうだ。じゃあ梶谷さんは、もしかするともう一度、その時みたいにしたくて、尾道まで行った可能性があるのね。あくまで母親から考えられる一つの説だけどな。でもそうだとすると余計に変な感じがするわ。だってただ単に島並海道に行きたかっただけなら、無理にその日じゃなくてもよかったはずだもの。実際、梶谷さんは塾の日に家から出ているぜ。何かもっと他の動機があったんじゃないかしら。尾道に行ったのは最終的な行動であって、それに関連する別の動機があったりしたんじゃないのかって思うんだけど。じゃあここからは、ネット上で語られてる一部の説も含めて、考えられる動機をいくつか挙げていこうか。14歳って多感な時期だし、
いろいろと親には言えない理由とかがあったのかもしれないわ。そういう可能性はないの？家出説っていうのは実際にネット上にもあるぜ。母親は梶谷さんのことを、あまり勉強は好きじゃなかったけれど、いろんなお手伝いをする優しい子です。人の気持ちもわかる子です。と語っているんだが、梶谷さんは勉強が嫌になって家出したって可能性もあるぜ。その年の子で勉強が好きな子の方が少ないとは思うけど、それでも勉強が本当に苦手な人からしたら、塾とかに嫌気がさすとかはありそうね。だから、塾が嫌になって家出をしたんじゃないかと言われているんだ。塾に行くって言ったのは嘘で、現在の環境から逃げ出すためだったって説だ。ありえない話ではないわよね。さっきも言ったけど、ちょうど多感な時期だし、何かの拍子に家出してしまったっていうのもあるかもしれないわ。特に梶谷さんは受験も控えてたから、精神的に余計にストレスを感じてたかもしれないからな。ただそうだとすると、どうして家に帰ってこないのかっていうのがあるわよね。どこかに住むとしてもお金は必要になるから、ずっと家出したままっていうのは不可能でしょうし。ああ、そこでもう一つの可能性として考えられるのが記憶喪失説だ。記憶喪失？もしかして何かの事故とかにあって、その拍子に記憶を失ってしまったかもしれないってこと？もちろんその可能性はあるぜ。例えば車にはねられて記憶喪失になってしまい、事件の発覚を恐れた犯人によって言いくるめられて、どこかに連れ去られたとかな。だとすると、失踪事件というよりも誘拐事件になってくるわ。もちろんこれも説の一つだ。記憶喪失になるのは、何も頭を打った時だけじゃないぜ。頭を打ってないのに記憶喪失になることがあるの？全然想像できないんだけど、偏頭痛などの様々な原因で起こる一過性前見房っていう病気があるんだが、これは一切の外的要因なしに記憶喪失が起こるというものなんだ。それってどんな症状が出るの？普通の記憶喪失みたいに一回なってしまうとなかなか治らないとか？いや、一過性前見房は、記憶喪失の中でもあんまり長くは続かない方なんだ。基本的に24時間以内に回復するし、症状が出るよりも前のことはきちんと覚えてる。それって記憶喪失って言えるの？一過性前見房は、症状が出てる間に起こった新しい出来事を記憶する能力が、一時的に機能しなくなるというものなんだ。だから自分自身や家族などの過去のことはちゃんと覚えてるんだ。梶谷さんがそうなってたかもしれないの？あくまで説の一つだから何とも言えないが、もしこの症状が尾道にいる時に出たと考えると、自分が今何をしてるのかわからなくなって、何かの拍子に携帯などを落としてしまったというのは、決してありえなくはない話だな。でもすぐに回復するって話なんでしょ？それならやっぱり記憶喪失説はないんじゃないかしら。もう一つ記憶喪失の可能性として挙げられるのは、解離性遁走っていう症状だ。聞いたことがないけど、どんな症状なの？これはストレスなどが原因によって起こるとされてる珍しい症例で、発症すると自分自身に関する過去の一部の記憶、あるいは全ての記憶を失って、別人として生活し始めるっていうものなんだ。それって一過性前見房みたいに、すぐに治ったりするの？いや、解離性遁走の場合はいつ完治するかがわからないんだ。たった数時間で治った事例もあれば、何ヶ月も経ってようやく治ったっていう事例もある。ひどいものになると、それ以上経っても治らなかったりもするんだ。かなり重い病気なのね。もし梶谷さんが勉強や塾、受験などで大きなストレスを抱えてた場合、この解離性遁走を発症した可能性もゼロとは言い切れないんだ。だけど梶谷さんは塾に行ってくるって言って家を出てるわ。少なくともその段階では梶谷さん本人の記憶があったってことでしょ？解離性遁走っていうのもあくまで一説であって、実際にそうだったなんて確証はどこにもない。ただ過去にそういった事例が稀とはいえ報告されてることから、可能性としてありえないとは言い切れないってだけだ。となるとますます梶谷さんが帰ってこない理由が謎だわ。所持金だっていつかは底を尽きるでしょうし、捜索されてるわけだから記憶喪失になってても、顔とかで気づかれそうだし、結局どうして梶谷さんが失踪してしまったのかについては、何もわかってない。新しい目撃情報もなければ、新しい遺留品が見つかったりもしてない。何もかもが不明なままだぜ。何かの事件や事故に巻き込まれた可能性も否定しきれないし、捜査しようにも情報が少なくて難しそうね。まとめに入る前に、この事件のタイムラインを、簡単に話しておこうか。ちょっとこんがらがったし、お願いするわ。まず2022年11月13日14時30分頃に、梶谷さんが、塾に行く、と言って家を出た。事件はここから始まってると考えていいだろう。自転車を使って家を出たのよね。その後、17時30分頃に母親へ LINE で連絡が入った。それによると18時には戻るという内容だったらしい。帰る意思があったのか、それとも嘘だったのかが謎ね。しかし18時になっても帰ってこず、
さらに夜になっても帰宅しなかったことで警察へと届け出が出されたんだ。何かあったんじゃないかって思うのは親として当然だと思うわ。その後、当日中に倉敷駅近くにある商業施設で、梶谷さんが乗ってた自転車とおぼしきものが発見された。少なくともそこまでは自転車で移動したのかもしれないわね。そして同日中に三原駅の防犯カメラに映った、梶谷さんらしき人物が確認されたんだ。本人なのかどうかはわからないけど、電車に乗って移動した可能性はあるのよね。ああ。そして翌日14日には広島県尾道市の路上で、梶谷さんの携帯電話と本が発見された。何があったのかはわからないけど、梶谷さんが尾道にいた可能性は高そうよね。梶谷さんがどういった順番で行動したのかはわかってない。三原から尾道に向かったのかもしれないし、逆に尾道から三原へと移動したのかもしれない。この辺りは現段階では明らかになってないぜ。せめて他のカメラ映像とかに映ってればどんな行動をしてたかがわかるし、今の居場所もわかりそうなのに。三つ目、相模原死体遺棄事件。まずは事件の概要から話していくぜ。この事件が発覚したのは2015年6月25日のことで、相模原市の墓地から人間の遺体の頭部が発見されたことから始まるんだ。墓地なら遺体が見つかっても不思議じゃないんじゃない？墓地に入るのは、火葬されて骨を砕いたものを入れた骨壺だけだぜ。この遺体は直に埋められていたんだ。墓地で発見って言うから、てっきり普通に埋葬されたんだと勘違いしちゃったわ。それで、その遺体は誰だったの？遺体は当時25歳だった阿部ゆかりさんという女性のものだったんだ。ゆかりさんの父親が行方不明で相談していて、警察はゆかりさん親子の行方を探していたんだぜ。捜索をお願いするってことは、ずっと行方がわからなかったのね。って、ゆかりさん親子って？ゆかりさんは若くして結婚して長男を出産したが、ほどなくして離婚してシングルマザーになっていたんだ。その後は実家に身を寄せていたんだが、2007年9月に出て行ってからは家族も行方を確認できていなかったんだ。最終的にこんな形で発見されるなんて、ご家族も悲しかったでしょうね。お子さんは無事だったの？残念ながら、長男の響ちゃんもゆかりさんと同時期に、殺害されたと推認されているぜ。後日、川崎市の畑で発見された歯と骨が DNA 鑑定で、響ちゃんのものと判明したんだ。その近くにはおむつとおもちゃも落ちていた。ゆかりさんの遺体とは随分離れた場所で発見されたんだね。それで、犯人はすぐに捕まったの？ああ、ゆかりさんの遺体が発見された翌日に、ゆかりさんと過去に交際していた佐藤和丸という男が逮捕された。その共犯として逮捕されたのが、犯行当時の交際相手だった秋山千咲なんだ。佐藤がゆかりさんを殺して、秋山が死体を遺棄するのを手伝ったってことだね。佐藤はゆかりさんの殺害については、気づいたら死んでいたと否認し、秋山も犬の遺体だと思っていて、人の死体を遺棄した認識はなかったと容疑を否認したんだ。でも、交際していたなら口裏を合わせた可能性もあるよね。犯行から2年が経過しての逮捕だし、そこは何とも言えないな。そして、この事件は二人の犯人の異色な経歴や発言から、瞬く間にメディアに取り上げられたんだ。異色な経歴と発言ってどういうこと？そんなに珍しい経歴を持っていたの？佐藤和丸と秋山千咲はどちらも裕福な家庭の生まれなんだ。さらに佐藤は嘘で経歴を塗り固めていたことが判明して話題になった。秋山は生粋のお嬢様だったこと、事件の容疑者としては異例の記者会見を開いたことでも有名で、裁判での発言や弁護士に宛てた手紙の内容も報道されていたぜ。北川景子さんに関する発言もその時のものだったの？それは順を追って話していくとして、次は犯人である秋山と佐藤の生い立ちと出会いについて紹介していくぜ。北川景子さんに対抗心を燃やした理由がわかるのかな？秋山千咲は静岡県でお茶などを生産する豪農の家庭の生まれだぜ。お茶卸に携わる人なら知らない人のいないレベルの農家で、その地位は秋山の祖父が一代で築き上げたそうだ。裕福っていうのはなんとなくわかったけど、どれくらいお金持ちだったの？秋山の実家は大豪邸で、敷地に入ってから車で移動するレベルの広さだったそうだ。家には高級外車があって着ているものも豪華、家族で海外旅行にも頻繁に行くような家庭だったんだぜ。漫画の世界でしか見たことないレベルのお金持ちね。秋山千咲には妹がいた。その妹は早くに結婚しているんだが、結婚祝いに親が1億円もする都内のマンションをプレゼントした。なんて逸話もあるんだ。1億円のマンション。それじゃあ、秋山本人も、かなり裕福な暮らしをしていたってことね。秋山千咲は高校までを裕福な実家で過ごし、卒業後は白百合女子大学に通っていたぜ。この大学はアナウンサーを多数輩出している名門校で、
秋山もその例に漏れず、アナウンサーを志望していたんだ。容姿を見る限り、アナウンサーにもなれそうな感じがするね。ますますどうして犯罪に手を染めたのかが気になるよ。その前に、佐藤和麿の話をしておこう。佐藤は東京出身なんだが、実家は都内の一等地にそびえる、3階建ての豪邸なんだ。秋山に負けず劣らずの裕福な家庭だったのがわかるよな。都内に豪邸を建てるなんて、何億円するのか想像もつかないね。二人ともお金持ちみたいだし、上流階級の縁で二人は知り合ったのかな？お金持ち同士の縁とかではなく、二人はバイト先の同僚として知り合ったんだ。当時の佐藤は、親族に政治家がいる慶応大学法学部の学生で、いずれは政治の世界で生きていく、と嘘を吐いていたぜ。嘘を吐いていたのね。その後、佐藤はテレビ関係者を名乗るようになり、有名女優との交際歴やエグザイルをテレビに起用したきっかけが、自分であることを自慢するようになったぜ。もちろんそれも嘘なんだけどな。テレビ関係者だし、アナウンサー志望だった秋山が惹かれたのも無理ないわ。秋山本人の手紙によると、当時の彼女から見た佐藤は、ものすごく大人でレディーファーストで優しく知識があり、これまでの男性とは異なるものでした。だそうだ。両親にも佐藤を紹介していて、彼は家業の農家を継ぎたいとも話していたんだ。何もかもが嘘まみれね。そういえば、実際の佐藤の職業って何だったの？佐藤の実際の職業は、飲食店のアルバイトだ。出身大学は愚か、大学を卒業していたかどうかも不明だぜ。よくそんな大それた嘘を吐いて、なおかつ人を騙せたわね。佐藤の母親は元文化放送のアナウンサーだったから、メディア業界の知識はあったんだろうと言われているぜ。その嘘を演じるために、プロデューサーとしてわざとらしく電話のふりをしていたこともあったんだ。嘘を吐き通すことに、ものすごい執念を感じるね。でも、そもそもどうしてそんな嘘を吐いていたの？出会い系サイトでも麿の名前で、同じ経歴で女性にアプローチしていたという話があるから、女性の気を引くためだろう。出会い系でアプローチされた女性は、怪しいから会わなかったようだけどな。テレビ関係者って言うと、いかにも華々しいもんね。その女性は会わなくて本当に良かったわ。また、佐藤の虚言癖は、幼少期の環境の影響もあると言われている。実家は裕福だったって話だけど、親との関係に問題があったの？ああ、佐藤の母親は兄弟差別をしていたんだ。母親は和麿ではなく3歳年下の弟を可愛がっていたんだ。弟は容姿端麗だったが、和麿はひどいアトピー性皮膚炎だったことも原因だったそうだ。その兄弟差別は学校に持っていく弁当の内容にまで影響したんだ。あまりにみすぼらしい弁当を見て、教師が母親に連絡したほどだったぜ。学校のお弁当だから先生が気づいたけど、家の中ではどんな感じだったんだろ。想像がつかないわね。和麿は家庭内での扱いや容姿へのコンプレックスが原因で、昔から嘘を吐いたり友達のものを盗んだりしていたんだ。そのおかげで、近所からは嫌われていた。嘘をつく癖は、大人になっても治らなかったようだな。とんでもない嘘の経歴で女性に近づいたのも、そこに原因がありそうな気がするわね。ゆかりさんもその嘘に気を許してしまったのかな？さて、次に事件の詳細だが、佐藤とゆかりさんが出会ってしまったのは2007年だと推測されている。ゆかりさんが、2007年の9月に実家を出ているから？そうだ。このタイミングで二人は交際を始めたと推測されているんだ。そういえば、犯行当時は秋山とも交際していたって話だけど、どういうことなの？犯行当時、佐藤はゆかりさんと秋山の二人と同時に交際していたんだ。二股をかけていたのね。嘘のうまさがそこでも生きたのかな？かもしれないな。交際が始まった翌年の2008年には、ゆかりさん親子が新宿区に転居しているんだが、その後は消息がわからなくなるんだ。2012年にゆかりさんから母親に、お金を貸してほしいという内容の電話があったんだが、それ以降は家族にも連絡はしていなかったぜ。そして2013年3月の司会の記録を最後に、ゆかりさんは姿を消してしまったんだ。佐藤和麿に殺されてしまったのね。ゆかりさんの遺体の首にない出血の跡があったことから、首を絞められて殺害されたと断定されている。睡眠薬を服用させて意識を失わせてからの犯行と見られていて、その睡眠薬は秋山に大量に購入させたことが判明しているぜ。大量の睡眠薬を買わせるなんて、秋山は不審に思わなかったのかな？秋山の話によると、佐藤は DV 気質で、無茶な命令をしてくることも珍しくなかったそうだ。川越にさつまいもを買いに行け、相模原でジャムを買ってこい、などの命令を日常的にされていたから、睡眠薬の購入もその一環だったと考えていたと話している。秋山の話が本当だとしたら、いつものことだと思って気づけなかったのかもね。犯行後、佐藤は秋山に世田谷区のマンションを借りさせ、
そこにゆかりさんの死体を放置していた。1ヶ月も放置されていたため、死体は異臭を放ち、近所では騒ぎになったこともあったんだ。マンションで異臭騒ぎなんて、警察に通報されてもおかしくないと思うんだけど。警察も駆けつけたが、秋山は犬の死体だと説明したんだ。近所の住人や管理人には、掃除代などを全て負担するという条件で示談したそうだ。苦しい言い訳な気がするけど、最終的にはお金の力で解決したんだね。さすがに異臭騒ぎでまずいと思ったのか。ゆかりさんの死体はブルーシートに包まれた状態で、相模原市の墓地に運ばれ、そこに埋められたんだ。それで、2年もそのままになってしまったんだね。そうだぜ。2年が経過した2015年にゆかりさんの頭部が発見され、その翌日に佐藤と秋山は逮捕されたんだ。この時の二人はすでに別れていて、秋山は実家で暮らしていた。佐藤は殺人と遺体遺棄、秋山は遺体遺棄で捕まったのよね。秋山に関しては、ゆかりさんの殺人を幇助した疑いもあったが、証拠不十分で不起訴になっている。死体遺棄についても、秋山は異臭騒ぎの時と同様、犬の死体だと思っていたと無罪を主張したんだ。さっきも思ったけど、犬の死体だなんて、1ヶ月もマンションに放置する理由としては、かなり無理があるような気がするわ。実際、裁判でもその点は指摘されたぜ。さらに、埋める場所となった相模原市の墓地を、事前に下見していたことも判明し、人の死体だという認識があったと判断された。人の死体だって分かってないと、そんなことしないもんね。だが、秋山は一貫して同じ供述を繰り返し、無罪を主張したんだ。死体を埋める手伝いをした理由は佐藤に、手伝わなければ元カノの北川景子とよりを戻して手伝ってもらうからいい、と話され、負けたくない、という一心からだったと語っているぜ。それが北川景子さんに負けたくないって話なのね。旗から聞くと意味わからないけど、本人は佐藤の話を信じていたんだね。秋山はそのプロフィールと裁判時の負けたくない発言、そして事件の犯人としては異例の記者会見を開いたことなどで、一気に世間の注目を浴びることになったんだ。事件の犯人が記者会見を開くなんて聞いたことないけど、何を話したの？詳細は省くが、要約すると、自分も佐藤和麿に騙された被害者の一人だ、という内容だぜ。佐藤の DV の話も交えて無罪を主張し、自分はむしろ被害者だったというイメージを確立しようとしたんだ。裁判での主張も疑われてるのに、そんなことしたら逆にイメージ悪くならない？その通りだ。秋山が会見をしたり無罪を主張したりするほど、周囲の反応は冷ややかになっていったぜ。結果として裁判での心象も悪くなった。秋山が弁護士に送った手紙の内容も報道され、世間の目はますます冷めていったんだ。やることなすこと、すべてが裏目に出てるわね。結局、無罪になることはなく、秋山は2016年9月に懲役1年、執行猶予3年の判決を言い渡された。佐藤の方はどうだったの？佐藤は証拠不十分として懲役1年8ヶ月。執行猶予3年の判決が下されている。裁判だから口を挟むものでもないけど、罪が軽くない？これは死体遺棄の分だけだぜ。ゆかりさんを殺害した罪の裁判は2019年に行われ、そちらは懲役18年の判決が下っている。本人は無罪を主張していたが、犯人というに推認できる、と判断されて有罪になったんだ。でも、それってゆかりさんのことだけだよね。長男の響ちゃんの方はどうなったの？歯と骨が捨てられていた場所にあったおもちゃが、佐藤とゆかりさん、響ちゃんの3人で撮った写真に、写っていたことまではわかっているぜ。そこまで一致しているなら、響ちゃんの件も佐藤が犯人なんじゃないの？その疑いが強かったんだが、殺害した根拠にならず、また死体遺棄罪の公訴時効は3年しかないため、この件に関しては不起訴処分になっている。時間が経ちすぎて、罪には問えなかったのね。ここからは、犯人たちのその後と現在について話していくぜ。秋山はどうなったの？懲役1年、執行猶予3年の判決が下されたのが2016年のことだから、すでに執行猶予の期間も過ぎているぜ。現在は実家に戻ってひっそり暮らしていると言われている。殺人幇助が不起訴になってるから、もう自由の身になっているのね。何の噂もないなら、静かに暮らしてるのかしら？秋山は犯行後から逮捕までの間も実家で過ごしているんだが、その期間に元同級生で東大卒の男性と遠距離恋愛の末、婚約していたんだ。それが事件で破談になったというのが最後のニュースだったぜ。東大卒だなんて、婚約相手もすごい人ね。その婚約の件があったから無罪を主張していたという話もあるが、その辺はわからないところだぜ。何にせよ、これ以上の続報がないことを祈りたいな。佐藤の方はどうなったの？死体遺棄罪の執行猶予は過ぎているが、殺人罪で懲役18年の判決が下っているから、佐藤は今も服役しているぜ。
響ちゃんの件は時効になっているから、疑惑に対して罪が軽すぎるという話も出ているんだ。結局、ゆかりさんの殺人に関しては認めてないし、響ちゃんのことに関しては詳しいことがわからないのね。真相を知っているのは佐藤だけだろうし、その本人が語ろうとしないわけだからな。残されたご遺族のためにも、せめて真実を話してほしいところだな。まったくね。四つ目、広島連続保険金殺人事件。では、まず、事件の概要を説明するぜ。お願いするわ。大前提として、この事件は2件の殺人事件で構成されているぜ。1件目の殺人事件は1998年の10月11日に広島市で起きたんだ。犯人は当時37歳の、大山清隆だぜ。被害者は大山清隆の養父で叔父の大山勤、当時66歳だ。養父を殺害してしまったの？ああ、それも保険金殺人だ。凶器は鉄アレイで、殴った後に交通事故を起こして、事故死に見せかけたんだ。動機やら手口やら状況は、後で詳しく説明するぜ。そして、2件目の殺人事件は2000年の3月1日に起きたんだ。犯人は1件目と同じく大山清隆で、当時39歳だ。被害者は大山清隆の妻の大山博美、当時38歳だぜ。今度は奥さんを殺害してしまったの？ああ、今度も保険金絡みだが、1件目とは少し様子が違うぜ。睡眠薬を飲ませた後に、自宅風呂場の浴槽に沈めて殺害したんだ。その後、事故に見せかけるために広島市の宇品港に死体を遺棄したんだ。これが大山清隆が起こした殺人事件の概要だぜ。保険金殺人ってことはお金が目的だったのよね。奥さんの殺害は少し違うってどういうことなの？実はこの事件には隠れた真相があって、もう一つの殺人事件が根幹にあるんだ。もう一つの殺人事件？この二つの事件を説明するためには、まず、大山清隆の生い立ちを説明しておかなければいけないぜ。まず、清隆が幼い頃に、両親が離婚するんだ。しかし、清隆の父親も母親も、どちらも清隆を引き取りたがらなかったぜ。苦労した少年時代がこの時点で想像できるわ。だが、親戚の中にとある事情で子供が望めない夫婦がおり、幸いなことに清隆はその夫妻に引き取られることになったんだ。この夫妻というのが一人目の被害者である、大山勤とその妻なんだぜ。ここで清隆は養子になるのね。この養母となる人は清隆のことを、実の子のように溺愛するんだ。馴染めなくてグレるなんてよく聞く話だし、よかったわ。しかし、そんな生活も長くは続かなかったぜ。ある日、清隆が家に帰ると、家には鍵がかかっていなかったんだ。違和感を感じた清隆が家に上がると、全裸で倒れている養母を発見したぜ。明らかに他殺死体だったんだ。ひぃ、第一発見者が清隆だったの？養母は誰にも恨まれるような人ではない。これは養父が殺したんだ。清隆は直感的にそう思ったらしいぜ。すぐに救急車を呼んだが助からず、養母は帰らぬ人となってしまったんだ。取り調べを受けることになった清隆は、つとむが自白することを望んだが、結局つとむは自白しなかった。そうしているうちに、警察は第一発見者である、清隆に強く取り調べをすることになったんだ。嘘発見器をつけられたりと、厳しい取り調べが行われたぜ。仕方ないとはいえ、少しひどいわね。しかし、つとむが犯人だとは、清隆にはどうしても言えなかったんだ。そして、とっさに養母は首を吊っていたと嘘をついたんだぜ。あえてすぐバレる内容にしたことで、捜査の時間を稼ごうとしたんだ。つとむに自白を促すための嘘だったそうだぜ。まあ、調べればすぐわかることよね。しかし、警察は事件をそのまま自殺として処理してしまうんだ。調べればわかる状況だし、わかりやすい嘘じゃない。真相はわからないぜ。とにかくなぜか、自殺として処理されてしまったんだ。この養母の殺人事件は、後に清隆の裁判の中で調べ直しとなっているぜ。当時の調書を確認すると確かに自殺となっていたんだ。そして法医学者の上野正彦氏が再度調べ直した結果、自殺ではなく他殺であることが再確認されたぜ。しかし、この件に関してはそこまでで止まってしまったんだ。改めて勤の罪を問うことはできないわね。自殺として処理されてしまったために、そのまま、清隆は勤と二人で生きていくことになったぜ。時代は進み、やがて清隆は後に妻となるひろみと出会い、結婚するんだ。男の子も生まれ、養父以外に家族のいない清隆は、家族の誕生という喜びを噛みしめるんだ。このまま何も起きなければいいけど。さて、大山清隆の生い立ちはざっとこんな感じだ。このまま平和に過ごせればいいけど、そうはならないのよね。さて、話は戻るが、事件前の清隆は勤と共に生コンの商社を営んでいたんだ。しかし経営はうまくいかず、
数億円の負債を抱えていたぜ。あとはどうやって会社を清算するかという段階だったんだ。清高も会社の連帯保証人になっており、つとむとは会社の清算方法をめぐって毎日言い合いをしていたんだ。1998年の10月11日も、会社の事務所で言い合いになっていたぜ。その言い合いの中で、清高はどうしても気になっていたことをつとむに尋ねるんだ。気になっていたことって、まさか。そう、自殺したことになっている養母の件だ。問い詰めると、つとむはついに話し始めたぜ。つとむは当時、やはり血のつながった子供がどうしても欲しかったんだ。そこで愛人を作り、その愛人に子供を3人産ませていたんだぜ。つとむもなかなかの鬼畜っぷりだわ。その話が養母の耳に入ったんだ。それで口論になって殺害したの？言い合いになった結果、つとむは養母の首を絞めて殺害したとのことだ。つとむはそういう真相を清高に語ったらしいぜ。そこでカッとなった清高は近くにあった鉄アレイで、つとむの頭部を強打したんだ。これによって頭蓋骨が損傷し、あたりは血で染まってしまったぜ。凄惨な現場だったでしょうね。しかし、この段階ではまだつとむは生きていたんだ。そこで、清高は心中する覚悟でつとむを車に乗せ、単独の交通事故を起こす。これが原因で、つとむは死亡してしまうんだ。当然、清高も大怪我をするが、命に別状はなかったぜ。清高は逮捕されることを覚悟していたが、捕まることはなかったんだ。どうして清高は捕まらなかったの？明らかにおかしい状況じゃない。この話には続きがあるんだ。つとむと清高の会社には、他の親戚も働いていたんだ。そしてつとむと清高の言い合いは、当時社内では有名だったんだ。そんな中、出社したら会社は血の海になっていたわけだな。清高は後始末をしなかったの？その時はつとむと心中しようとしていたから、そのままにしていたんだぜ。となると、出社した親戚はなんとなく事情を察してしまうわ。会社は血の海で、つとむと清高は事故を起こしつとむが死亡しているんだからな。これは事件の匂いしかしないわ。だから、この親戚は会社をきれいに掃除しておいたんだ。殺人事件があったとは思えないくらいにな。なんでそんなことをしたの？清高を脅すためだぜ。嫁や子供にこのことを知られたくなければ保険金をよこせ。といった具合だな。うわぁ、親戚も最悪だわ。こういう理由があって、清高は奇跡的に逮捕を免れるんだ。後のことを考えたら捕まるなり実施してた方がよかったわね。そうなんだが、この時の清高にはそんな冷静な判断はできなかっただろうな。こうして、つとむにかかっていた、6000万円の保険金は無事に支払われたんだ。6000万円？そんなに？会社経営者だったから、それくらいかけていたんだろうな。こうしてこの6000万円は、そのまま親戚の懐に入ったぜ。そういえば、清高を脅していたんだもんね。だが、話はまだ終わらないんだ。この一件は、清高や親戚の周囲で噂になってしまったんだぜ。額が額だしショッキングな話だから、噂にもなるわね。この噂話は清高の妻側の親戚の耳にも届いてしまうんだ。そして、妻のひろみ本人の耳にも入ってしまうぜ。一番知られたくない人に、結局知られちゃうのね。そうなると、ひろみも当然黙ってはいられないぜ。本当にそんなことをしたのか？とひろみは清高に問い詰めるんだ。本当なら実施してもらいたかったはずだわ。この時に清高が実施していれば、運命は大きく変わっていただろうな。しかし、清高は嘘をつき通すことを選んだんだ。清高はヒロミに潔白を訴え、保険金は騙し取られたものなので必ず取り返すと説明するんだ。ヒロミは当然、この話を信じるぜ。この日以降、清高は保険金を取り返そうとするふりを続けるんだ。嘘に嘘を重ね、弁護士と相談したとか、相手が折れて返してくれるとか、弁護士が作ったとする資料を作成し、ずるずると先延ばしにしてしまうんだ。そして、とうとう悲劇は再び起こってしまうぜ。清高は2000年の3月2日に、奪い取られた6000万円が通帳に振り込まれる、という嘘をついてしまうぜ。なんでそんな嘘をつくのよ。夫の無実を信じたひろみは、この話をものすごく喜んだんだ。それは保険金の6000万円が手に入るからではなく、この6000万円をひろみの親戚に見せつけ、夫はご覧の通りに無実です。と言ってやりたかったからだという話だ。ひろみさんが不憫でならないわ。そして、とうとう振り込み前日の3月1日がやってくる。この時清高は、当然のように焦っていたぜ。振り込まれる予定がないんだから、そりゃそうだわ。だが、このまま本当のことを言うと離婚となってしまうぜ。離婚はしたくない、何よりヒロミが再婚して、他の男と一緒になるのが嫌だ。そうであれば、明日になる前に、何も知らないままで死んでもらおう。そう清高は考えたんだ。何よそれ、全く理解できないわ。冷静な判断ができなかったんだろうな。
当然、こんな言い訳みたいな動機は許されるわけがないぜ。そして最後の夜、子供のヒロトを早めに寝かしつけ、清高とヒロミは晩酌をしていたんだ。この時、ヒロミは本当に嬉しそうだったそうだ。この先は聞きたくないわね。そして、清高はヒロミの飲み物に睡眠導入剤を混入するぜ。しばらくして、ヒロミの意識が混濁してくるんだ。そのせいなのか、ヒロミは風呂に入ると言い出したぜ。そこで二人は一緒に入ることにしたんだ。睡眠導入剤の効果で、ヒロミは湯船の中で清高の胸に寄りかかる形で寝てしまったんだ。そのまま清高は腕に力を込めて、ヒロミを浴槽に押さえつけたぜ。すると、ヒロミは意識を取り戻し、水面に顔を出し、なんでなん、なんでなん、と叫んだ。後に引けない清高は、暴れるヒロミを浴槽に沈め続けたんだ。最後にヒロミが水面に上がった時に叫んだ言葉は、ヒロくん、だったぜ。それって、まさか。そう、息子の名前だったんだ。こうして清高は妻であるヒロミをも殺してしまったんだ。そして深夜1時ごろ、清高は寝ていた息子のヒロトを起こすんだ。どうして？お母さんの機嫌が今日は良くて、夜釣りに行きたいって言ったら許可を出してくれたから、今から行こう、とヒロトに言うんだ。当時、ヒロトは釣りが好きで、毎週のように釣りに行っていたんだ。だが、当時小学校6年生だったヒロトに夜釣りは危険だから、お願いしても許可が出なかったんだ。その許可が出たという清高の嘘に、ヒロトは喜んだぜ。おかしいと思わなかったのかしら？ヒロミが上機嫌だったことはヒロトも知っていたため、この好機を逃すまいと感じたそうだ。でも、清高はどうして夜釣りなんかに行こうとしたのかしら？アリバイ作りのためにヒロトは利用された形になるんだ。助手席にはすでにヒロミが乗り込んでいたが、ヒロトには寝ているように見えたそうだ。清高は、お母さんは寝ているから港に着いたら起こしてあげよう。そう言って車を走らせるぜ。地獄のようなドライブだわ。母親の死に気づかなかったのかしら？気づいていなかったぜ。起きたヒロミにやっぱりダメだと止められるのが嫌で、清高の言う通りにするんだ。そして、車は広島市の宇品港に着くんだ。楽しみにしていた夜釣りということで、ヒロトは夢中で釣りを始めたぜ。ヒロトも不憫でならないわ。こうしてしばらく時間を稼いだ後で、清高はヒロミがいなくなったと騒ぎ出すんだ。本当はもう清高が海に投げてしまったのね。ああ、そしてすぐに警察に通報し、後を任せることにしたんだ。夜が明ける前には、ヒロミの死体が発見されたぜ。清高のアリバイ工作が功を奏して、この事件も事故として扱われることになったぜ。そして、清高は保険金として300万円を手にするんだ。清高はどんな思いで300万円を受け取ったのかしら。その心境はわからないな。そして、しばらくは父親一人、息子一人の生活を続けていたんだ。だが、清高の収入が追いつかなくなってくるぜ。この頃の清高は職を転々としており、まともに稼ぎはなかったようだ。そしてヒロミの殺人から約2年後、清高はクレジットカードの不正使用や、詐欺などの疑いで逮捕されるぜ。この逮捕をきっかけに、過去の殺人事件が明るみに出てしまうんだ。2002年の6月には、養父である大山勤殺害の容疑で再逮捕されたぜ。続いて2002年の10月22日には、大山ヒロミ殺害及び死体遺棄の容疑で逮捕となってしまうんだ。やっぱり、殺人事件を2件も隠し続けるなんて無理だったのよ。まったくだな。こうして清高は、二人を殺した殺人犯として裁判を受けることとなった。息子のヒロトはどうなったの？最初は母方のおばのところに預けられたぜ。だが、父親の件が学校にバレたことにより、疎外感を感じることになってしまったんだ。父親が逮捕されたのはヒロトが14歳の時で、それからヒロトはわかりやすいくらいぐれてしまったそうだな。そうなっちゃうわよね。あまりのぐれっぷりにおばも困り果て、ヒロトは施設に預けられるぜ。だが、この施設からもいなくなり、ホームレスのような暮らしを続けたんだ。父親のことがなければ違った人生を送っていたと思うと、悔しいわ。そんなこともあり、ヒロトは父親を殺したいほどに恨むんだ。それはそうよね。それゆえにヒロトは、父親に面会もしなかったんだ。そんな中、ヒロトは新聞の記事で、清高が一審で死刑判決を受けたことを知るんだ。その時、ヒロトはふと疑問に思うんだ。どんな疑問なの？当時この事件は、保険金殺人という扱いで報道されていたんだ。被告の清高が金に困って、二人を殺害したという内容だな。まあ、6000万円なんて金額が表に出たらそう思われるわね。で、ヒロトは何を疑問に思ったの？清高がどうして母親を殺したのか知りたくなるんだぜ。一審で死刑が出た以上、控訴しない限りは刑が確定してしまうぜ。このままでは、真相は不明のままになってしまうんだ。
本当に金のために母親を殺したのか？という疑問を抱いたヒロトは、清高と面会することを決心するんだ。親子久しぶりの対面だわ。ヒロトは18歳、実に3年半ぶりの対面だったんだ。当初、ヒロトは父に会うなり、罵声を浴びせようと考えていたそうだ。長年の恨みがあるし、当然の感情だと思うわ。しかし、実際に清高と面会してみるとそうはいかなかったぜ。清高はただひたすらにヒロトに謝罪をし続けたんだ。面会時間は15分、5分の延長申請をしたので計20分。最初の面会はろくに会話もないまま終わったんだ。そこでヒロトの中で、清高に対しての感情に変化があったんだ。父親を許す気持ちが芽生えてきたそうだぜ。こればっかりは当事者じゃないとわからないことだろうな。複雑な感情だわ。そして週に2度、3度の面会で、ヒロトは清高から真相を聞いていくんだ。まさか、その真相っていうのは？ここまで私が解説したのと同じ、事件の概要だぜ。そうだったのね。道理で細部まで生々しかったわけだわ。清高から話を聞いたヒロトは、清高に対して抗争を進めたんだ。清高は抗争を考えていなかったの？つとむとヒロミを殺したのは事実だからな。当初はこのまま控訴しない方針だったらしいんだ。ヒロトの勧めもあって、清高は控訴したんだぜ。だが、判決が覆ることはなかったんだ。再び死刑判決が下されたのね。清高は上告をしたが、2011年には上告棄却となり死刑が確定してしまったぜ。控訴審以降、ヒロトも証人として出廷したんだ。そこで、ヒロトは父を死刑にしないように嘆願しているぜ。ヒロトにとっては母を殺した父親でも家族だからな。生きて死ぬまで罪に向き合って欲しかったんだろうな。広島高裁の判決は前述の通りに死刑だったが、判決の前に、裁判官がヒロトに向かってこう言ったんだ。一番のこの事件の被害者であるヒロトさんの口から、そのような言葉が出るのは大変に重いことだが、残念ながら犯行の残虐性と計画性を考えると、情状酌量の余地はない、だそうだ。裁判でこう言った言葉を裁判官が書けるのは異例なんだぜ。ヒロトの言葉は裁判官には届いてたのね。でも、ヒロトの思いを汲むことはできなかったんだわ。ああ、裁判官としての職責を全うしたんだと思うぜ。こうして、広島保険金殺人事件と呼ばれる事件は終了したんだ。5つ目、福井女子高生祖父事件。この事件は2020年9月に起きたぜ。福井県福井市黒丸城町の一軒家から、娘が倒れている。全く動かない。と通報があり、警察が駆けつけたところ、家の1階で倒れている若い女性を発見したんだ。若い女性って、女子高生よね？ああ、被害者の T さんは事件当時16歳で、T さんが倒れているのを発見したのはジップだ。T さんはすぐに救急車で病院へと搬送されたが、帰らぬ人になってしまったぜ。亡くなった T さんの体には刃物によって負った刺し傷が何箇所もあったんだ。娘の痛ましい姿を見るなんて辛かったでしょうね。そうだな。現場の状況や父親の話からしてこれは殺人事件であることは明白だったぜ。そして捜査の結果、逮捕されたのは、T さんと血が繋がっている実祖父だったんだ。どうして孫を殺害したのかしら？動機が気になるわ。その前にこの家族について解説するぜ。事件の加害者である富澤進当時86歳は、自宅に作業場を持っていたぜ。彼は福井県鯖江市のメガネ会社の下請けをしていた職人だった。86歳という高齢だけど、逮捕当時も働いていたのかしら？いや、さすがに逮捕時は引退していたぜ。富澤は若い時から自宅で妻と職人として働き、息子を育てていたんだぜ。息子も家業の手伝いをしながら両親と同居生活を続けていたんだ。息子は結婚せず、40歳を過ぎても独身で、富澤は中国人女性とのお見合いの場を設けたんだ。お見合いは成功して息子は無事に結婚するぜ。これで富澤が気を揉むことはなくなったわね。ああ、さらに嬉しいことに翌年の2003年の秋、息子夫婦の間に T さんが生まれたんだ。富澤は孫にあたる T さんのことをとても溺愛していたそうだな。幼い T さんを連れて散歩したり、公園で遊ぶなど、近所でも有名なくらい可愛がったんだ。うんうん。誰だって孫は可愛いものよね。T さんは愛嬌があり、温厚で優しく自分を大切にしてくれる富澤に懐いていたぜ。さらに T さんが幼稚園に入園すると富澤が送り迎えをしたんだ。雨や雪など天候が悪い日も車で送迎していたぜ。積極的に育児に参加していたのね。富澤家は3世代で暮らしていたため、祖父母も育児に関わって生活していたんだ。さらに T さんが3歳になる頃には妹も生まれ、3世代の6人家族で幸せな生活を送っていたぜ。だが、息子の妻はこの土地になかなか馴染めなかったんだ。
そういえば、中国人のお嫁さんなのよね。ああ、だから T さんが小学校に入学するタイミングで親子は引っ越したんだ。引っ越し先は、福井市の中心部だったぜ。富沢と富沢の妻は実家に残ったの？ああ、それから富沢と妻は二人で農作業をしながらのんびりと暮らしていたぜ。スローライフにも憧れるわ。満喫していたかは不明だが、富沢の家の周辺はのどかな光景が広がっており、近所には飲食店やスーパーがないため、自宅で野菜を作っていたんだ。富沢家は子供や孫が出て行ったことで静かになったが、夫婦はゆったり過ごしていたぜ。いいことだわ。だが、年を取った富沢にある異変が訪れてしまうんだ。富沢は事件を起こす6年前の2014年に、認知症と診断されたんだぜ。老いればどこかしら体は悪くなるけど、日常生活にも苦労したのかしら？近所の人の証言では、町内会の集まりなどの予定を忘れてしまうことがあったり、会話の受け答えがままならないことがあったそうだ。さらに椅子に座りぼーっとしていたりなど、認知症の症状が日ごとに進んではいたんだが、買い物や散歩する姿も目撃されていたぜ。しかし近所の人や知人は富沢について、優しいおじいちゃんという感じ、穏やかで仏のような人、だと富沢の人柄について語っていたな。そうなのね。だけど富沢の妻も高齢でしょう？日常生活にさほど不便はないとはいえ、心配や不安な気持ちはあったんじゃないかしら？富沢の妻は富沢の認知症が進んでからも、富沢を支えて二人で暮らしていたぜ。だが2020年の春頃、今度は富沢の妻が脳梗塞を患ってしまうんだ。さらに認知症とも診断されてしまい、妻は入院することになったぜ。富沢は一人で暮らすようになったの？その通りだ。しかも先ほども言った通り自宅周辺には、飲食店やスーパーなどがないんだ。さすがにこの事態を心配した息子夫婦は、定期的に富沢の家を訪れるようになったぜ。食事の用意をするなど富沢の生活を手助けするようになったんだ。それでも家族は認知症を患っている富沢が一人で暮らし続けているのは不安よね。富沢を心配したのか、2020年の7月頃に、T さんが富沢の自宅に戻ってきたんだ。富沢と T さんの二人で住むことになったの？ああ、T さんは両親と妹と一緒に生活をしていたんだ。T さんは一人で暮らしている富沢の身を案じて、自ら同居を申し出たんだぜ。寂しい思いをしていた富沢はとても喜んでいたそうだな。小さい頃から可愛がっていた T さんが戻ってきてくれたら嬉しいわよね。それにおじいちゃんのために同居を決意するなんて、心優しい子だわ。実は T さんが自宅を離れるのには他にも理由があったそうだ。T さんの両親は仲が悪く、喧嘩が絶えない日々を送っていたんだ。T さんは周囲の人に、親の喧嘩を目の当たりにするのが嫌になったと打ち明けているんだ。だから両親から離れて、自分を可愛がってくれた富沢と過ごすことを選んだそうだ。両親の不仲が原因の一つの原因だったのね。ああ、T さんは富沢が認知症であることも、ちゃんと理解した上で同居を始めたんだぜ。同居生活がスタートすると T さんが食事の支度をしたり、家事なども引き受けたんだ。T さんは高校生で、なんと富沢の自宅から自転車で1時間もかけて通学していたんだ。すごい体力だわ。私なら片道でギブアップよ。ちなみにこの頃2年生だったんだが、無帰国無欠席だぜ。さらにコロナ禍でもしっかりアルバイトをして社会経験を積んでいたんだ。見習いたいくらい立派な子ね。T さんは私立高校の進学コースに在籍していて、夢は教師になることだったそうだ。勉強も家のことも一生懸命こなしながら、生活をしていた T さんは本当に努力家だぜ。富沢も頑張っている T さんのことを、心から大切に思っていたんだ。二人で暮らすようになってから富沢の様子に変化は現れたのかしら？二人で一緒に買い物に出かけている姿を目撃されているな。さらに富沢は T さんにお小遣いもあげており、お互いに支え合って生活をしていたんだ。だが、この幸せな生活は長く続かなかったんだぜ。2020年9月9日、富沢は息子に次のような電話をかけた。大変なことを起こしてしまった。喧嘩していたら動かなくなった。富沢の呆然とした声を聞いて驚いた父親は、車で富沢の家に駆けつけたんだ。そして、自宅の1階部分で血を流して倒れる T さんを発見したぜ。それを見た父親は9月10日の午前0時10分、警察に通報したんだ。富沢宅にはパトカーが続々と駆けつけ、近所は騒然となったそうだ。のどかな場所に大量のパトカーが現れたらびっくりするわよね。T さんはすぐに病院に搬送されたぜ。だが、上半身を刃物で何度も傷つけられ、出血性ショックが原因で亡くなってしまうんだ。T さんの傷は体の前面に集中しており、致命傷になったのは首の刺し傷だったぜ。男とはいえ富沢はかなりの高齢だけど、T さんは抵抗できなかったのかしら？高校生の女の子が、大切な家族から刃物を向けられたら、
抵抗するのは困難だろうな。T さんは普段着の T シャツ姿で着衣に乱れはなく、抵抗した形跡もなかったぜ。また、寝室から台所にかけて T さんの大量の血痕が残されていたんだ。じゃあ、T さんは寝ているところを襲われてしまったのね。ああ、富沢から逃げて台所に来たところで息絶えたと思われているぜ。自宅からは T さんを刺した刃渡り約17センチの包丁が見つかったんだ。現場の状況や T さんの父親から話を聞いた警察は、富沢を殺人容疑で逮捕したぜ。実の父親に娘の T さんを殺害された父親の気持ちを思うと、胸が痛くなるわ。この86歳の祖父が16歳の孫を殺害した、というニュースは世間を騒然とさせたぜ。近所の人はこの事件について、お孫さんが小さい頃から本当に可愛がっていたから、もう本当信じられない、この話聞いても何があったんだろうと思って、と語ったぜ。T さんのバイト先の元同僚は、富沢が T さんを車で迎えに来た姿を見ているぜ。T さんも富沢の好物の菓子をバイト先で買っていたと話しているな。バイト先にも仲の良さが知れ渡っていたのね。その元同僚は、バイト中におじいちゃんの話をすることもあった。なんでこんなことになったのか、と悲しげに打ち明けていたぜ。本当にその通りよね。ちなみに逮捕前の取り調べ中、富沢は下着の中に紐を隠し持っていたぜ。これは富沢が自ら自殺するために使う紐であったと判明しているんだ。さすがに罪の意識があったのね。逮捕後の取り調べによると9月9日に、T さんと家庭の事情のことで言い争いになり、孫の言い方や態度をきつく感じて腹が立った。カッとなってやった。さらに、借を断られて腹が立った。などという供述をしているぜ。お酒なんて手弱で飲みなさいよ。そして事件が発覚した時、台所には日本酒の紙パックが置かれていたぜ。逮捕時、富沢は普段より多く飲酒していたが、酩酊するほどではなかったそうだ。なら認知症が原因で犯行に及んだのかしら？いや、警察は明らかな認知症の症状もないとしているんだ。T さんと喧嘩をして時間が経っても怒りが収まらずに、という線が浮かび上がったぜ。でも富沢と T さんはお互いを大切に思って、支え合いながら生活をしていたのよね。ああ、事件が起きた9日も T さんはいつも通りで、変わった様子はなかったそうだ。学校側も夏休み前に行われた面談で、家庭の事情でしばらく親と離れて暮らす、と報告を受けていて T さんが実家を出て、富沢と同居していることも知っていたんだ。それについて、相談などはされておらず、悩みを聞いたこともなかったんだぜ。T さんは学校ではどんな様子だったの？明るくてほがらかな生徒であり、家庭環境に悩んでいるようには見えなかったそうだ。つまり二人の間にはトラブルがあったような様子は全くなかったのね。それじゃあなんでいきなり殺傷沙汰になったのかしら？富沢は認知症だけでなく、事件当時に飲酒していた可能性が高かったんだ。そのため、福井県警は鑑定留置を請求したぜ。これが認められると、刑事責任能力の有無や、程度を慎重に判断されることになるんだ。結果はどうだったの？鑑定留置の結果、富沢は刑事責任を問えるとされたぜ。そして初公判は、2022年5月19日に開かれたんだ。富沢はこの時すでに、88歳になっていたぜ。富沢は素直に罪を認めたのかしら？いや、富沢は殺害する気はなかったと殺意を否認したぜ。検察は、富沢は犯行時にアルコールの影響で意識障害があったものの、犯行の動機は孫娘に対する怒りやストレスによるものだ、と主張したぜ。そして、認知症を患っているが犯行において影響はなく、善悪の判断や犯行を思いとどまる能力は著しく低いながらも残っていた。として、心神耗弱状態で罪に問えると主張したんだ。病気やお酒のせいじゃなく、あくまで本人のせいってことね。弁護側はこれに対し、検察側の、認知症やアルコールなどの影響で精神障害があり、物事の善悪の判断や犯行を思いとどまる能力は低いながらも残っていた。との主張は合理的な疑いが残ると述べたんだ。つまり、どういうこと？弁護側は富沢が犯行当時の記憶をほぼ失っている、と主張したんだぜ。そのため事件当時は心神耗弱状態ではなく、心神喪失状態だったとして無罪を訴えたんだ。そういうことね。似ているようで全然違うわ。富沢の精神鑑定を担当した医師は、富沢の病状についてカルテを提出したぜ。富沢は徘徊といった行動障害を伴わない、アルツハイマー型認知症だったと認定したんだ。その上で医師は、認知症が犯行に影響したとは考えにくい、と述べたんだぜ。じゃあ、病気のせいという可能性は薄いのね。だが先ほども言ったが、当日の富沢は普段より飲酒量が多かったぜ。その影響で記憶障害や衝動的になる複雑酩酊、意識障害が起きる潜耗状態だったんだ。
抑制力が欠如して興奮を抑えきれずに衝動的に犯行に至った、とも述べていたぜ。医師は、富澤は T さんと喧嘩をするなど犯行動機があり、首を狙って攻撃していたことから犯行は一貫していて、目的性がある、と見解を示したぜ。あくまで殺意はあったってことよね。これらの精神鑑定の結果も踏まえて検察側は、怒りやストレスから認知症を患いながらも、命を奪うという目的にかなう行動をしている、として、限定的ながら責任能力を持つ心神耗弱状態であった、と指摘し、富澤に懲役8年を求刑したぜ。これに対し弁護側は、心神耗弱ではなく心神喪失である、と主張を変えず、最後まで無罪を訴え続けていたんだ。結果はどうなったのかしら ?2022 年5月31日、富澤には懲役4年6ヶ月の実刑判決が下されたぜ。裁判長は弁護側の主張する心神喪失ではなく、刑事責任能力を問える心神耗弱状態であった、と認定した上で、犯行直前に富澤は T さんと喧嘩をしていたことも認定したぜ。上半身、特に首に向かって何度も、包丁で攻撃していたこともわかっているんだ。しかも、首の傷の最も深いところは約8センチにも達していたんだぜ。傷の多さや深さから明確な殺意はあったと指摘して、飲酒で意識障害が生じていたものの、その程度は重くない、と判断されたんだ。殺意がなかったとは、どう考えても言えないわよね。弁護側はこの判決を受けて控訴したぜ。だが、2023年1月26日の控訴審判決後半では、一審の判決が支持され控訴は棄却されたぜ。だがこの控訴審判決後に弁護側は上告したため、今後の最高裁で刑が確定するぜ。まだ争っている最中なのね。ああ、せめて被害者の家族が少しでも納得のいく判決を求めるぜ。近年では認知症に関するトラブルも増えてきているわよね。ああ、認知症などの疾患を患う患者は人によっては性格が凶暴になるんだ。老人とは思えない力で暴れた場合、おとなす運命で抑え込まなければならないぜ。行政や福祉の力も借りて、マイナスな感情を抱え込まずにしてほしいよな。そうね。被害者のご冥福をお祈りいたします。6つ目、境内性父親殺害事件。まずは事件の被害者について説明するぜ。この事件は2018年東京都大田区で起きたんだ。被害者は鳥屋高美さん当時58歳だ。彼は東京で生まれ、有名な漫才コンビの息子として育ったぜ。え、そうなの?なんていう漫才コンビ?高美さんの父親は、鳥屋二郎さんだ。漫才コンビコロムビアトップライト、のライトさんとして活躍していたぜ。当時、東京で人気のコンビで、相方のトップさんこと下村豊さんは参議院議員も務めたほどだ。へぇ、そんなに有名な漫才コンビだったのね。その息子が殺されたっていうのは、父親の人気に嫉妬したってことかしら?それにしては時が経ちすぎている気がするわ。いや、そのことは本件には関係ないぜ。ただ、高見さんは父親が漫才コンビをしていたことに、コンプレックスがあったようだ。え、どうして?お父さんが有名人だなんて、羨ましいじゃない。何でも学校で父親のことをからかわれていたそうだ。その度高見さんは、怒って暴れ回ったそうだぜ。高校時代はよく喧嘩もしたそうで、同級生からは危険人物として認識されていたんだ。家族が有名人なのも大変なのね。とはいえ高見さんは真面目に勉学に取り組み、慶応義塾大学の法学部に進学したぜ。大学卒業後は議員の秘書をし、後に不動産関連の会社を経営しているぜ。父親へのコンプレックスか、とてもお堅い仕事をしていたのね。経営者だなんて高見さんもすごい人だわ。高見さんは結婚し、30代後半で長男を授かったぜ。多忙の中でようやく生まれた子供だからか、高見さんは息子を溺愛していたそうだ。年取ってからできた子供は溺愛されるってよく言うわよね。しかしこの溺愛された子供こそが、今回の事件の加害者である鳥屋ともなりなんだ。溺愛された息子が父親を殺したの。ともなりが生まれた3年後には弟が生まれ、鳥屋一家は4人で生活していたぜ。一家が住んでいたのは東京都大田区にある高級マンションだ。都内の高級マンションで一家4人で暮らすなんて、羨ましいとしか思えないわ。旗から見るとそうだよな。ところが、高見さんにはある問題があったんだ。ある問題って?それは酒癖が悪いことだぜ。高見さんはストレスが溜まった時に飲酒すると、家の中で暴言を吐くことがあったそうだ。それは家の空気が悪くなるわね。家族からしたら溜まったものじゃないわ。そんな環境にあっても、ともなりはぐれることなく順調に成長していったぜ。ともなりはマイペースだが明るくて、人のことを考えられる性格だったそうだ。そのため友人からも人気者で、人付き合いもうまかったぜ。明るく育ってくれてよかったわ。きっといいお兄ちゃんだったのね。
ともなりは小学校高学年になると、本格的に中学受験の勉強を開始したんだ。高見さんは仕事の合間を縫ってともなりに勉強を教えたり、塾の送り迎えをしていたぜ。こうして親子で頑張った結果、難関である慶応義塾湘南藤沢中等部に合格したんだ。高見さんはともなりの受験合格を心から喜んだそうだぜ。すごいじゃない、高見さんと二人で勝ち取った合格ね。ともなりは中学生になると、英会話に通う傍ら学校で空手部に所属したぜ。練習に励みながら後輩をカラオケに誘うなど、面倒見がいい後輩思いの先輩だったそうだ。またともなりはファッションにも興味を持ち、人と会う時はおしゃれな格好をしていたぜ。おしゃれで面倒見のいい好青年じゃない。きっと女の子にモテたと思うわ。文武両道として知られたともなりは、3歳年下の弟のことも大切にしていたそうだな。実際、弟の誕生日にはプレゼントを送ったりしているぜ。また、電車に乗るときはよく人に席を譲ったりと、優しい一面もあったんだ。ここまで聞いたら、とても父親を手にかける人とは思えないわ。この事件、何かの間違いだったんじゃないの？しかし、ともなりが中学に入ってから不穏な出来事が起きていたんだぜ。不穏な出来事？ある日、空手部の練習が終わった後、部員たちは更衣室で着替えていたんだ。その時部員の一人が、ともなりの体にあざがあったのを見ているぜ。空手部だったら、あざぐらいできるんじゃないの？いや、部員は一目見てそれが空手でできるあざじゃないと気づいたんだ。そこで部員は、ともなりに喧嘩でもしたの？と尋ねたぜ。確かに弟もいるし、兄弟喧嘩でもしたのかしら？いや、ともなりは、親にやられた。父親は本当に厳しくめんどくさい。母親や弟も相当やられている、と答えたぜ。高見さん、酒癖が悪いどころじゃないわね。暴言だけでもきついのに、暴力は完全にアウトだわ。ともなりはごく少数の友達にしか教えていなかったが、父親との関係に悩んでいたんだ。高見さんはしつけや学業に関して厳しい人物だったようだぜ。実際、ともなりのテストの点が悪い時は容赦なく手を挙げていたそうだ。そしてともなりが高校に進学すると、親子関係はさらに悪化していくぜ。親から暴力を振るわれるのは、いくらお金持ちの家でも嫌よね。先生や病院に相談できなかったのかしら？ある時、高見さんは酒に酔うと息子たちにこう言い放ったんだ。誰のおかげで飯が食えていると思ってるんだ。俺の言うことを聞かなければ学費は払わないぞ。高見さんはこんな風に暴言を吐き、自分に逆らうことは許さなかったぜ。こんなこと言われても、子供はどうしようもないじゃない。典型的な毒親ね。ただともなりも言われっぱなしではなく、言い返すことがあったそうだ。そうすると高見さんは、ともなりの胸ぐらをつかみ、殴りかかってきたぜ。自分の息子が父親に暴力を振るわれて、母親は何をしていたの？高見さんの妻はこのような状況に、仲裁に入ったこともあったそうだ。すると高見さんは、妻にも手を挙げたそうだぜ。このような家庭環境のことを、ともなりは友達にこう話している。自分はどちらかといえばネガティブ。友達を作るのが苦手なんだよね。このように語るともなりは、明るい時と暗い時の落差が激しくなっていくぜ。家庭環境に問題がある子供の状況が、安定するわけないわよ。こうしてともなりが高校2年生になる頃、ある問題が起きたんだ。今度は何が起こったの？ある時、ともなりが自分の部屋が欲しい、と両親におねだりしていたそうだ。しかし、高見さんはそれを突っぱねていたぜ。思春期になったら自分だけの部屋が欲しいわよね。お金持ちなら広い家に引っ越せばいいのに、そうしなかったのね。ああ、そのうち父と子は言い合いに発展したんだ。言い合いはヒートアップし、高見さんはともなりを突き飛ばしたぜ。するとともなりは、逆に高見さんを殴りつけたそうだ。気持ちはわかるけど、殴ったら逆上しそうで怖いわ。この出来事をきっかけに、親子関係は変化していくことになるぜ。数日後、高見さんはこれからは息子の意思を尊重しよう、という気持ちになったそうだ。そして、ともなりに部屋を与えることにしたぜ。ともなりも自分の意見が認められたことで、父親を人生の先輩として尊敬するようになったんだ。よかったじゃない。これで争いは解決だわ。こうして高校を卒業したともなりは、慶応義塾大学経済学部に進学したんだ。さらに、弟も慶応義塾高校に入学し、高見さんはとても喜んだそうだな。高見さんは入学式の様子を写真に撮り、SNS にアップしているぜ。そこには、長男、次男とも無事に新しいスタートの春です。子供の成長とともに心配とお金がかかります。まだまだ頑張らねば、と書かれていたぜ。また入学前には家族でハワイ旅行に出かけ、息子二人の合格を祝ったそうだ。息子が二人とも自分と同じ慶応に進んでくれて、よっぽど嬉しかったのね。ともなりは大学生になると、スーパーのレジ打ちのバイトをしていたぜ。またダンスサークルに入り、ダンスの活動に夢中になっていたんだ。そんな時、高見さんから、
将来に向けて資格を取った方がいい、と助言されるぜ。そこで友成は、公認会計士の資格取得を目指すことになったんだ。公認会計士の資格って、とても難しいんでしょう？それに挑戦するなんて、友成は努力家なのね。友成は勉強に集中するため、ダンスサークルを辞めることにしたぜ。そして、公認会計士の資格習得のために予備校へ通うことにしたんだ。ところが、ここから徐々に友成の様子に変化が現れるぜ。え、友成に何があったの？友成は資格取得のための勉強についていけなくなってしまったんだ。友人には、親にお金を払ってもらって、予備校に入ったのはいい。でも、勉強についていけずもうやめたい。と話していたぜ。これを聞いた友人は、友成の家庭の事情も理解していた人なんだ。だから、もし友成が予備校を辞めたいといえば、父親からまた殴られるのでは、と思ったそうだな。公認会計士になるのは本当に大変なことだから、ついていけなくても無理ないわ。友成のなりたい職業の資格を取ればいいんじゃないかしら？友成は、公認会計士に必要な日照簿記の試験を受けたぜ。そしてここで勉強の成果を示そうと考えたんだ。しかし、残念ながら試験結果は不合格となってしまうぜ。これが相当ショックだったのか、友成の様子がガラリと変わってしまうんだ。親からのプレッシャーと初めての挫折に心が折れたのね。悪い方向に行かないといいけど、どうなってしまったの？それまではファッションに気を使い、コンビニに行く時も着替えていたんだ。だが、この頃から髪の毛はボサボサになり、髭も伸び放題になってしまうぜ。家族とも必要最低限の会話しかせず、友成は部屋に引きこもるようになったんだ。鬱っぽいけど大丈夫かしら？この時友成を見た母親は目つきが別人のようになったと感じたぜ。友成は、公認会計士の試験を諦める、と言って予備校も辞めてしまったんだ。さらに友成は食生活もおかしくなっていったぜ。夜中に丼に白米とマヨネーズやケチャップ、醤油を入れて食べるようになったんだ。その後、トイレに入って食べて物をすべて吐き出す、という行為を繰り返していたぜ。明らかにストレスが溜まりまくっているんじゃない。早くなんとかしないといけないわ。この他にも、友成は次々と奇行を見せるようになった。ある時、友成は、オムライスの達人になる、と言い出し、オムライスだけを作って食べ出したぜ。そこだけ聞いたら若気の至りで微笑ましいわ。でも、そうじゃないのよね。ああ、友成が作ったのは、オムライスとはかけ離れたものだったんだ。そして自分の部屋では、大音量で音楽をかけていることもあったぜ。それなのに、リビングからテレビの音がするだけで、うるさいと怒鳴っていたそうだ。他にも、家の中に飾られていた人形を、必ず後ろ向きに置き換えていたそうだぜ。この時の友成は四六時中、両手で口を押さえていたそうだ。文武両道で優しい青年だったのに、どうしてこうなっちゃったのかしら？明らかに様子がおかしい友成を母親はとても心配していたぜ。母親は病院で診てもらった方がいいのではないかと考えたんだ。私もそう思うわ。すぐに病院に連れて行ってあげて。母親は、夫である高見さんに相談したぜ。だが高見さんは、友成は絶対に大丈夫。今は、落ち込んでいるだけだ。きっと回復するから、と言って、病院に行かせなかったんだ。落ち込んでるだけでそんなに気候に走らないわ。もう高見さんに隠れて病院に行ったらどうかしら？母親は高見さんがそう言うならと病院に連れて行くことはしなかったぜ。どうしてそこで言うこと聞いちゃうのよ。男のことは男にしかわからないと思ったのかもしれないな。もちろん、友成の様子は元に戻ることはなかったんだ。そのうち、友人に誘ってもらった成人式や空手部の集まりも、断るようになるぜ。友成はますます一人で過ごすことが増えていくんだ。鬱っぽくなっている時って人と会いたくなくなるわよね。誰か心配して寄り添ってあげられる人はいなかったのかしら？そんな中、とうとう事件が起きてしまうぜ。2018年1月18日、当時20歳の友成は、この日もオムライスを作って食べていたんだ。正しくはオムライスのようなもの、よね。そうだな。友成は食べ終わると自室に戻り引きこもっていたぜ。そのうち、父親である高見さんが帰宅したんだ。だが高見さんはこの日、だいぶ酒に酔っていたぜ。酒癖が悪い高見さんが、お酒を飲んだら危ないわね。霊夢の予想通りだぜ。高見さんは帰ってくるなり、ソファーで横になっている高校生の弟に悪態をついたんだ。実はこの前、弟は高見さんから借りていたジャージをなくしていたんだぜ。高見さんはこのことについて注意しだしたんだ。注意だけで済んだらいいけど、悪態ということはそれだけじゃなかったのね。ああ、高見さんは怒りのボルテージがだんだん上がっていったぜ。そして弟に罵声を浴びせ始めたんだ。この時友成はリビングの隣の部屋にいて、聞こえてくる父親の声にイライラしていたぜ。友成も精神が不安定だものね。
この家には爆弾が2つ埋まっているようなものだわ。そしてついに、友成の爆弾が爆発してしまったんだ。友成は部屋から出ると、やめろよ、リビング全体の空気が悪くなるだろ、と叫んだぜ。リビングは一旦静まり返ったが、高見さんも負けじと言い返したんだ。お前だって家の空気を悪くしているだろう、とな。二人とも静かにすれば丸く収まるのに、そうはならなかったのね。高見さんの言葉に動揺した友成は、俺は悪くない、と言って自室に戻ったぜ。その後も、高見さんは弟に罵声を浴びせ続けたんだ。その声を聞いた友成は、興奮して、クローゼットに隠していた刃物を取り出したぜ。そして窓についていたカーテンを切り裂いていったんだ。カーテンを切り裂いて何をするつもりなの？おそらく、怒りに任せて切り裂いたんだろうな。そんな状況になっているとは知らない高見さんは、弟に罵声を浴びせ続けたぜ。この時友成は父親の弟への説教が、言い過ぎだ、と感じていたんだ。友成は再びリビングに現れ、いい加減にしないと刺すぞ、と言い放ったぜ。友成の手にはナイフが握られていたんだ。それを見た母親は、とっさに友成、と叫んだぜ。その直後、友成は死んじゃえ、と言いながら、高見さんに突進したんだ。いくら頭に血が上ったからって、ナイフはダメよ。友成が持っていたナイフは、そのまま高見さんの左胸に突き刺さってしまったぜ。高見さんはその場に崩れ落ちてしまったんだ。友成が立ち尽くす中、母親は警察に通報したぜ。その間、弟は応急処置を行い、兄ちゃんも手伝って、と心臓マッサージをしたんだ。弟は罵声を浴びせられていたのに、すぐ応急処置をして以来はね。その後、高見さんは病院へ救急搬送されたが、残念ながら亡くなってしまったぜ。友成は駆けつけた警察によって、その場で逮捕されたんだ。友成は容疑について間違いありませんと認めているぜ。友成には4ヶ月間の鑑定留置が行われ、東京地検は刑事責任を問えると判断、起訴したんだ。検察には、友成の友人や親族からの、減刑を求める嘆願書が、50以上寄せられたぜ。それだけ友成は人望の厚い青年だったのね。様子のおかしかった友成が、心神喪失状態じゃないのか気になるわ。裁判が開かれ姿を現した友成は、SNS の写真とはまるで別人だったそうだ。そして友成はずっと両手で鼻と口を覆い隠し、目だけをギョロギョロ動かしていたぜ。どう見てもまともじゃないわ。法廷での友成は次のような意味不明な証言を繰り返していたそうだ。強制的に結婚させられそうになったからやった。僕の恋愛に干渉して自分の欲求を満たそうとした。それができなかったので、弟に干渉した。父は俺に命を奪ってほしいと思っていた。だからやった。次の標的が弟に移ったので、突発的に守った。と話したんだ。これは、妄想で現実がわからなくなっちゃったの？それとも狂言かしら？出廷した精神科医によれば、友成は統合失調症を患っている。ずっと両手で鼻や口を押さえているのは、心の不満が声になって漏れ出さないようにするため。だそうだ。結局、友成は懲役3年、執行猶予5年が言い渡されたぜ。心神耗弱で無罪とはならなかったのね。7つ目、小樽飲酒運転ひき逃げ事件。この事件は、2014年7月13日午後4時30分頃に、北海道小樽市で起こった事件だ。ひき逃げ事件ってことは誰かが跳ねられたってことよね。ああ。当日、小樽市の市道近くにあるドリームビーチに訪れていた、4人の女性がいたんだが、その4人がビーチからの帰り道で自動車にひき逃げをされたんだ。犯人が誰なのかはわかってるの？犯人は当時31歳の海津正秀だった。当日、知り合いから海の家の手伝いを頼まれた海津は、タバコを買いに行くために車に乗ってたんだが、その最中にこの事件を起こしたんだ。被害者の方々は大丈夫だったの？原野さやかさん、石崎理恵さん、河原優子さんの3人がこの事故によって亡くなってしまったんだ。4人目の中村夏子さんは、命は助かったんだが、それでも頸椎骨折の重傷だった。かなりひどい事故だったのね。でもどうして海津は事故を起こしたのかしら。じゃあどうして事故を起こして、通報もせずに逃げたのか。当日の海津の行動を見ながら話していこう。まずさっきも話した通り、海津は知り合いから頼まれて海の家の手伝いをしてたんだ。そのためにドリームビーチに来てたのよね。この時、海津は勤務中の12時間にわたって飲酒を続けてたんだ。飲酒運転による事故だったってこと？ああ。その状態で被害者女性たちが帰路へと着いた後、海津はタバコを買うために車へと乗り込んだ。この時、海津は運転前にも、焼酎ロックを8、9杯、ビールなども飲んでたとされてるぜ。これから車を自分の意思で、運転するって分かってたのに直前にも飲んでたのね。それから8分後、
海津は時速 100km も出した状態で、道路左側の路肩を歩いてた被害者女性たちへと突っ込んだんだ。とんでもない速度が出てたのね。海津は事故を起こしたことがバレたくなくて逃げたのかしら。この後で話すが、ある言動からその可能性はあると考えられるぜ。そうして事故を起こした海津は、手当ても通報もせずにその場から離れ、近場のコンビニでタバコを購入した。どうやって被害者の方々は発見されたの？誰か通行人や他の人が発見したのかしら。いや、海津はタバコを購入した後に友人に電話して、事故を起こしたことを話してるんだ。それを聞いた友人から通報した方がいいと促され、発見者を装って約15分後に現場から500メートルほど離れた場所で通報を行った。じゃあ、海津本人からの通報で事故が発覚したのね。そういうことになるな。そしてこの時、発見者を装ったことから、海津は自分が起こした事故だということを隠蔽しようとした可能性があるんだ。そういうことだったのね。それで海津はすぐに捕まったの？ああ。海津が通報を行ってから警察が現場に向かい、そこから約700メートル離れた場所で確保されたらしい。すぐに捕まったってことは、明らかに犯人だとわかるような状態だったのかしら。どうやら逮捕当時の海津の呼気からは、最低基準値の約3倍ものアルコールが検出されたようなんだ。だとすると危険運転致死傷罪が適用されそうだけど、最初にマリサが言ってたように当初は過失運転致死傷罪だったのよね。どうしてそうなったのかしら。こうして逮捕された海津だが、当初検察はこの事故を過失運転致死傷罪として起訴してたんだ。飲酒運転なのは間違いないと思うんだけど、どうしてそうなったの？飲酒した状態で車に乗ってるんだから、故意に起こした事故として認定されると思うんだけど。逮捕当時、海津は酒を飲んだことは認めていたんだが、事故の直接的な原因は、携帯を利用してたことによる脇見運転だと説明してたんだ。つまりその時、偶然携帯に、目が行ってたから故意じゃないって言おうとしてたの？そういうことになるな。海津が酒を飲んでたのは間違いないが、本人からそういう発言が出た以上、検察としては過失運転致死傷罪の可能性を否定できない状態だったんだ。飲酒運転は違法な行為ではあるけど、それと事故が完全にイコールで、繋がってるかは確実とは言えない状態だったのね。そういうことになるな。しかし8月4日に過失運転致死傷罪としての起訴が決まると、遺族の方々によって街頭やインターネットで署名が行われたんだ。遺族の方からしても、この事故を過失運転致死傷罪として、起訴するっていうのは納得できないわよね。その結果、7万人以上の署名を集めることに成功したんだ。そうして集めた署名をもとに、危険運転致死傷罪への訴因変更を求める上申書が最高検察庁へと提出された。かなりの人たちが賛同してくれたのね。それだけの人数からの声があれば、検察も動くんじゃないの？ああ。これを受けて札幌地検は、10月に過失運転致死傷罪から、危険運転致死傷罪へと訴因変更を行ったんだ。ちゃんと通ったのね。でも海津としては過失運転致死傷罪として、少しでも刑を軽くしようとしてたのよね。裁判での様子はどうだったの？まず一審で海津は、スマートフォンを見ながら脇見運転していたことが、事故原因であり、アルコールの影響ではない、という主張を続けてたんだ。一方で検察側は、アルコールの影響によるものとしか理解できない、と反論をしてる。海津側は、あくまで脇見運転が原因の事故っていう形にするつもりなのね。それで判決はどうだったの？第一審である札幌地裁は、被告は事故当時、アルコールの影響によって注意力が減退していた。単なる脇見とは考えられない、として、海津に懲役22年の実刑判決を求刑した。実刑判決ってことは執行猶予はつかなかったのね。事件当時の行動を見返せば当然だけど。とはいえ海津は、この判決に対して異を唱えた。判決を不服だとして控訴したんだ。海津としてはそうなるわよね。じゃあ第二審が開かれることになったの？2015年12月8日に控訴審の初公判が開かれたんだが、そこで海津は脇見運転が原因の事故であり、過失運転致死傷罪を適用すべきだと訴えを起こしてるな。でも最低基準値の3倍ものアルコールが検出されてたのよね。本当に脇見してたかどうかの証拠なんてないし、飲酒運転をしてたっていう、証拠の方が残ってる以上は、その訴えは通らないんじゃないかしら。霊夢の言う通り、海津のこの訴えは通らなかったんだ。札幌高裁の高橋徹裁判長は、危険運転罪を適用した一審の判断に誤りはない、として、海津の控訴を棄却し、一審判決を支持する形で即日の決審となってる。あれだけの署名があって、しかも実際に大量の飲酒をした状態で運転してたのが発覚してるわけだしね。こうして海津の控訴が棄却されたことで、危険運転致死傷罪の懲役22年が確定した。
ちゃんと遺族の方々の署名活動が生きたのね。海津の危険運転致死傷罪での逮捕によって事件そのものは解決したんだが、この事件によって色々な変化があったんだ。何があったの？まず事故現場となった小樽市市道脇に砂利が敷かれてガードレールが設置されたんだ。当初はなかったの？ああ。一応歩道車用に幅5メートルほどの範囲はあったんだが、事件後はそれをわかりやすくし、さらに安全性を高めるためにそういった対応がされたんだ。確かにそうやって分けられてたら、自動車側にも歩行者側にもはっきりとわかりやすいわね。それにガードレールがあれば仮に車が突っ込んでも、最悪の事態を防げる可能性もあるし。ただ、ドリームビーチ協同組合元理事長の筒井弘子さんによると、そういった対策を行ってもガードレール外を歩く人はいるみたいだ。今回の被害者女性たちは、ちゃんと歩道部分を歩いてた上で、事故に巻き込まれたから同列には語れないけど、歩行者側にも交通ルールを守れない人はいるだろうし、難しい話よね。もちろんこれだけじゃなく、北海道では事件が起こった7月13日を、飲酒運転根絶の日、と定めてるんだ。そして事件を忘れないように取り締まりや啓発活動などが行われてるぜ。北海道全体でそういう風に定められてるのはいいことかもしれないわね。そうして定めてあれば、その日に何があったのかって知らない人も調べて知ってくれるでしょうし。ドリームビーチ協同組合の深井静江理事長によると、それ以外にも組合員によって注意喚起などが行われるようになったとのことだ。注意喚起？ドリームビーチに遊びに来た人たちに、今日何できたの？と聞いたり、運転手はちゃんといるの？と会話の中で忠告をしてるそうだ。うっかり飲んでしまう人もいるかもしれないし、そうやって声かけをするっていうのは大事かもしれないわね。それにはっきりと注意されると、変に反発する人もいるでしょうけど、そうやってさりげなく忠告するなら、そこまで反発もされなさそうだわ。さらに警察官や地元のビール醸造所の、社員の方々が海の家を一軒ずつ訪れ、利用客にノンアルコールビールを配ったり、店の経営者に飲酒運転防止のポスターを渡したりする活動も行われてるんだ。地元の人たち全員で飲酒運転を防止して、同じような事件が起こらないようにと努めてるのね。それ以外だと、北海道では毎年7月13日に決起集会が開かれてるんだ。決起集会ってどんなことをするの？2022年に開かれた集会だと、300人もの人たちが集まって黙祷を捧げ、札幌山手高校の演劇部の生徒たちによって、飲酒運転を題材にしたストーリーの劇が行われてるぜ。教習所で見せられるビデオにもそういうのがあったりするけど、それを劇という形で表現してるのね。これだけのことをしてるわけだが、残念なことに飲酒運転による事故はまだ起こり続けてるみたいだ。どうしても最終的にどうするかは本人次第だものね。ドリームビーチとしても事件のイメージがあるから、少しでも印象を前の状態に戻したいでしょうから大変だと思うわ。実際、事件以降ドリームビーチの海の家の来客数は減少したそうだ。最盛期と比べると3分の1ほどの来客数になってしまったと言われてる。ドリームビーチそのものが悪いわけじゃなくても、どうしてもそういう印象を一度与えてしまうと客足は減ってしまうわよね。とはいえ、それでもさっき挙げたようないくつもの活動によって、以前よりは客足が戻ってきてるらしい。すぐにとはいかないかもしれないけど、少しずつでも効果が出てるならいいことね。それに事故が起こらないようにと地道な活動も続けてるみたいだし、危険運転に限らず交通事故そのものの件数が減ってくれると嬉しいわ。八つ目、三重県女子高生殺人事件。2015年9月28日の午後21時半頃、警察に人が倒れているという通報が入ったぜ。通報者である青年は、電話口で、心臓マッサージをしていると言ったが、かなり動揺していたぜ。心臓マッサージをしているってことは、かなりの緊急事態ってことよね。ああ、蘇生させようと必死になっていたんだと思うぜ。警察や救急隊員が現場に向かうと、制服を着た女子高生が血を流して倒れていたんだ。怪我をしちゃったのかしら。彼女は、刃物で胸を刺されて死んでいたんだ。ってことは、誰かに殺されたってことじゃない。その通りだ。遺体は心臓を一突きされており、ほぼ即死状態だったんだぜ。そのすぐそばには、凶器として使われた、刃渡り約20センチメートルの包丁が放置されていたんだ。包丁で一突きなんて、殺すことに対して迷いが一切ないように思えるわ。被害者である H さんは、当時18歳で高校3年生だったんだ。そして犯人は、同じ学校の同級生の Y だったんだぜ。そういえば、警察に通報したのは青年だったけど、Y のことかしら？いや、通報したのは、H さんの恋人だ。H さんの殺害現場には、警察が到着する前から恋人がいたってことかしら？
他にも H さんの母親や友人など男女10人がその場に居合わせていたぜ。そんなに人が集まっていたなんておかしくないかしら。なぜそうなったのか、理由が知りたいわ。犯人である Y は、H さんの殺害後に、友人や交際相手へ連絡を取っていたんだ。意味がわからないわ。Y は、H さんの後を追って自殺するつもりだったが、放心状態になっていたそうだ。死にたくても死ねなかった。といった内容の LINE も送っているぜ。相手を殺して、自分も死ぬつもりだったなんて、まるで心中だわ。霊夢の言う通り、二人は心中を計画していたんだ。その証拠に、H さんの遺体には抵抗した痕跡がほとんどなかったんだぜ。だけど、二人は恋人関係でもないのよね。ああ、それぞれ別に恋人がいたんだ。それなのに、なぜ一緒に死のうとしたのよ。H さんと Y は仲のいい友人同士だったんだ。だが、その関係は徐々に歪なものになっていたんだぜ。順を追って聞きたいわね。じゃあ、まずは被害者の H さんの人物像を話していくぜ。母子家庭で育った H さんは、アニメ好きのおとなしい女子高生だったぜ。学校の成績も良く、所属していた演劇部ではリーダー的存在だったんだ。後輩にも慕われていたそうだぜ。へえ、順風満帆の学生生活を送っているって感じがするわね。行事などにも積極的に参加して、頑張っていたみたいだぜ。しかし彼女は、今回の事件の数ヶ月前に、一度失踪したことがあるんだ。失踪ですって？すぐに警察に捜索願いが出されたんだが、それだけでは済まなかったぜ。H さんを心配した友人が SNS で彼女の行方を探す、という騒動にもなったんだ。結構大事になっていたのね。H さんはどうして姿を消したのかしら？ H さんは18歳までに死にたいという願望があり、友人にも話していたんだ。彼女が失踪したのは18歳の誕生日直前の夜だったんだぜ。話通り、命を絶とうとしていたんだろうな。友達が必死に探していたのも、H さんが自殺する可能性があったからだったのね。彼女は精神的に不安定な部分が多かったそうだ。だから、早く止めないと、取り返しのつかないことになると周囲は感じたんだろうな。高校生って思春期だから色々と悩みも多いし、わからなくはないわ。H さんの場合は、自分に自信がなかったんだと思うぜ。日頃から自分には価値がない、と話していたという証言もあるからな。あんまりそんなこと言ってると、本当に落ち込んじゃうわね。もう口癖になっていたんだと思うぜ。それに H さんの腕にはリストカットの跡もあったんだ。周囲の印象以上に、彼女は思い悩んでいたんだろうな。リスカートまであったなんて深刻ね。失踪事件を起こしたのも、思い詰めた結果だったのかしら？そうだな。H さんは失踪から数日後に保護されたんだが、どうしても自殺したい、と訴え続けていたんだ。それを周囲がなんとか説得して、彼女は家へ帰ることができたんだぜ。そんな状態の H さんを連れ帰るのも大変だったでしょうね。だが、そのまま放っておくこともできないからな。目を離しちゃうと、またふらふらと姿を消しちゃうかもしれないわ。そう考えると、H さんって危なっかしい人物だったのね。彼女は普段の生活の中でも危ない行動が多かったんだ。会話の途中に発作的に落ち込み、その度友人になだめられていたんだぜ。それでも安定しない時は Y に抱きつき、気分が落ち着くまでじっとしていたんだ。お付き合いしていない異性と抱き合っていたの？それはいろいろと誤解を生むんじゃないかしら。Y の恋人もその場にいたそうだが、不機嫌になってしまったそうだな。自分の恋人が他の子と触れ合っているところなんて見たくないと思うわ。だが、当の H さんは全く気にしていなかったぜ。いやいや、そこは気にしないと関係に亀裂が入っちゃうわ。H さんの考えていることが、わからなくなってきたわね。H さんのような行動の原理は見捨てられ不安と呼ばれているぜ。初めて聞いたわ。どんな意味なの？恋人や友人から見捨てられそうだと感じると、なりふり構わず行動してしまうんだ。大きな声で泣き出したり、自殺をほのめかしたり、リストカットをしたりするんだ。見捨てられないように気を引こうとするわけだな。H さんの行動は、それに近い感じがするわね。この行動は、境界性パーソナリティ障害の症状の一つでもあるんだぜ。H さんは境界性パーソナリティ障害の可能性があるの？まあ、断定はできないぜ。彼女は知り合いの中でも、特に Y へ執着していたぜ。そうね。不安になった時に抱きつくほど、Y のことを頼る相手として信頼していたんだわ。Y は H さんを拒絶するようなことは一切しなかったんだ。そんな彼に、H さんは甘えたかったのかもしれないぜ。けど、それって友達の範疇を超えていないかしら？むしろ恋人同士に見えるぜ。二人は高校2年生の時に同じクラスで、3年生になってからはクラスが離れてしまったんだ。それからもずっと、一緒にお昼ご飯を食べていたんだぜ。二人が付き合ってると思い込んでた人もいたんじゃないの？可能性はあると思うぜ。
それだけ H さんと Y の距離は近かったんだ。親友以上、恋人未満ってやつかしら？恋人よりも重要な存在だったのかもな。Y は H さんを受け入れ続け、二人はすっかり共依存の関係になっていたと考えられるぜ。頼れる人がいるのはいいことだと思うわ。でも、依存しちゃう関係って歪んでいてやばい気がするわね。きっと Y は、彼女のことを放っておけなかったんだろうな。でも、お互い学校の友達ってだけよね。そこまで関係が深まることってあるのかしら？いい意味でも悪い意味でも、二人は気があったんだと思うぜ。それに Y はもともと面倒見のいい性格をしていたんだ。そうだったの？ああ、次は Y の人物像について解説していくぜ。犯人の Y は、6人兄弟の次男として生まれたぜ。Y はよく弟や妹の世話をしていて、家族仲も良好だったんだ。大家族だったのね。H さんに対する面倒見の良さも、そこから来ていたんだろうな。同級生の女の子というより、世話の焼ける妹みたいな感覚だったのかもしれないわ。Y は周囲から、真面目で優しい人物としても認識されていたぜ。近所の人とすれ違う時も必ず挨拶をしていたんだ。悪い噂とかはなかったのかしら？特になかったみたいだな。事件が発覚した後も、周囲は Y が犯人であることを不思議がっていたんだ。人を殺すような性格じゃないって思われていたのね。家庭も平和だったからな。年中行事はみんなで祝っていたし、兄弟の運動会にも家族総出で応援しに行っていたんだ。絵に描いたような仲良し家族だったのね。そんな家庭で育った Y が殺人犯になるなんて、誰も思っていなかっただろうな。衝撃的だったと思うわ。ちなみに Y の家庭は、事件が起こる5、6年前に伊勢市内に引っ越してきたんだ。そして当時、同じ中学に通っていた H さんと仲良くなったんだぜ。ほうほう、そこから同じ高校へ進学したってことなのね。二人は互いを親友と呼び合っていたんだが、H さんは Y へある頼みをするようになるんだ。一体何の頼みをしていたのかしら？死にたいから刺して殺してという内容だ。何度も頼まれたことで、Y は、殺してあげた方が彼女にとって幸せなのかもしれない、という思考に至ったと考えられるぜ。なんでそうなるのよ。一緒にいるうちに、彼女の不安定な精神に同調してしまったんだろうな。影響を受けやすかったってことかしら？それもあるだろうし、H さんが苦しむ姿を見ていられなかったのかもな。だから殺したっていうの。Y は彼女を殺さないといけないと思い込み、実行してしまったんだぜ。これと似た現象で同情自殺というものもあるんだ。自殺したい人の相談を受けるうちに同情してしまい、一緒に死んでしまうというものだな。そんなことが実際に起きているっていうの。多感な時期である10代に多く見られる現象だぜ。今回の事件でも、Y は H さんを殺害した後に、自ら命を絶つ計画をしているんだ。ちょっと気になることがあるんだけど、いいかしら？どうしたんだ？ Y は H さんが憎かったわけじゃなく、頼まれたから仕方なく殺したのよね。そうなると、ただの殺人事件ではなくなるんじゃない？ああ、嘱託殺人という扱いになるだろうな。殺人の場合は無期懲役や死刑だが、嘱託殺人の場合はそこまで重い罪にならないことが多いぜ。ほうほう、そうなのね。しかし、今回はあらかじめ凶器を用意するなど、計画性が高いからな。警察も殺人事件として扱っていたみたいだぜ。用意していたってことは、事前に二人は決行する日を決めていたの？周りの人は、異変に気づかなかったのかしら？気づかなかっただろうな。事件当日、H さんはいつものように登校して、体育祭や文化祭の準備をしていたんだ。普段通りだったのね。一方で Y は、恋人に LINE で H さんを殺しに行く、という連絡を入れていたんだ。そんな連絡が来るなんて、相手もびっくりしたと思うわ。しかも、その次の連絡では、H さんを殺害した現場の写真を送っているんだぜ。そんなもん送りつけてくるなんて怖すぎるわ。さらに彼は、現場に遺書のようなメモも残しているんだ。そこには H さんを殺したのは僕ですという内容が記されていたぜ。犯人がわかるように、わざわざ書き置きしていたの？ Y は自らの罪を明らかにして、死ぬつもりだったんだぜ。しかし心中は失敗に終わり、H さんだけがこの世を去る結末になってしまったんだ。そもそも、未成年同士で心中を計画したっていうのが驚きだわ。ただの口約束ではなく、実行してしまったのが恐ろしいよな。二人は本気だったんだと思うわ。H さんの遺族からしたらたまったもんじゃないでしょうけどね。H さんの自殺願望は知っていたと思うが、本当に実行するとは思わなかっただろうな。しかも犯人が、仲の良かった Y という点にも驚愕したはずだぜ。現場にいた恋人や友人も、ショックすぎてトラウマになったんじゃないかしら？その可能性はあると思うぜ。しかも事件が起こる数時間前までは、学校で元気に過ごしていたのよね。きっと信じられない気持ちだったに違いないわ。ああ、そうだな。
さて、以上で今回の事件についての解説は終わりだ。アニメの聖地で殺人事件ってだけでびっくりしたわ。でも、内容は予想以上に衝撃的だったわね。事実は小説よりもきなりとは、よく言ったものだぜ。まさか高校生同士で心中するとは、誰も思わなかっただろうな。それに二人は恋人じゃなかったっていうのも驚きだわ。だが、H さんの恋人は二人が浮気関係にあると思っていたみたいだぜ。そう思っても仕方ない気がするわ。なんだか、かなりドロドロとした関係性よね。最初は友達として仲良くやっていたんだろうな。だが、どこかでタガが外れてしまったんだと思うぜ。そんな関係になる前に離れた方が良かったんじゃない？お互いに依存してしまうと、そうはいかないんだろうな。H さんにとって Y は精神的な拠り所だったんだ。Y もそんな H さんを見放せなかったんだぜ。高校生の恋愛って、漫画やアニメで見る爽やかなイメージがあったわ。それはちょっと夢を見すぎているんじゃないか？実際はもっとドロドロしているし、問題も多いぜ。恋人や友人関係なく、ちょうどいい距離感で相手と付き合うことをお勧めするぜ。あまり依存しすぎちゃうと危険だもんね。今回の事件のように、相手からの無茶な頼み事でも答えようとしてしまう危険があるからな。それは困るわ。人付き合いは慎重にしないとね。9つ目、茨城県祖父母殺害事件。まずは、今回の事件の犯人である岸本康介の生い立ちについて話していくぜ。よろしくお願いね。茨城県で生まれた岸本は、4人兄弟の三男だったぜ。父親は公務員の職に就いており、幼い岸本にとっては憧れの存在だったんだ。小さい時から憧れるくらい、お父さんのことを尊敬していたの？彼は卒業文集でも、将来の夢として、父のような立派な大人になりたい、と綴るほどだったんだぜ。息子にそんなこと言ってもらえるなんて、お父さんも嬉しかったでしょうね。そうだと思うぜ。他にも岸本は、人のためになるような仕事をしていきたい、とも語っていたんだ。公務員として市民のために働く父親の姿に影響されたんだな。じゃあ、将来は公務員としてバリバリ働くつもりだったのかもしれないわね。しかし、彼は徐々に人生のレールを踏み外していくんだぜ。どういうことなのよ。岸本は高校へ進学したんだが、なぜか退学してしまうんだ。もしかして、他にやりたいことができたのかしら？いや、高校を中退した後は何もしていなかったんだ。ふらふらと出歩いて遊んでいたんだぜ。まるで不良少年だわ。公務員として働く父親に憧れを抱く、素直な少年だったのにな。そして岸本はろくに仕事をせず、家族の財布や金庫から金を盗むようになったんだ。そんなことまでしていたの？身内といえども、勝手にお金を取っていくなんて癖が悪すぎるわよ。霊夢の言う通り、家族は非常に困っていたぜ。しかも岸本が盗んでいたのは、現金だけじゃなかったんだ。他にも手をつけていたの？そうだぜ。家の中には貯金証書という、銀行に預けている金額を証明する書類が置いてあったんだ。なんと岸本はそれを無断で奪い、現金に変えて使い込んでいたんだぜ。それじゃあ、貯金もほとんどなくなっちゃったってことかしら？ああ、岸本は家族の金を、半年の間に2000万円も浪費していたんだ。そんな大金を半年で使い切っちゃうなんて、一体彼はどんな生活をしていたの？キャバクラに通うのが、岸本の趣味だったんだ。自分で働いて稼いだわけでもないお金を、キャバクラで遊ぶために使っていたのね。そんなことして遊んでいる暇があるなら、バイトでもしろと思ってしまうぜ。私もそう思うわ。だが、岸本は一向に働こうとしなかったんだ。浪費もやめず、最終的に家の金を5000万円以上使い込んだんだぜ。言動を知らないどころの話じゃないわね。ご両親は、息子の暴走を止めることができなかったのかしら？実は、この頃に岸本の母親は癌によって他界しているんだ。父親の方も、次第に息子と関わりを持たないようになっていったぜ。電話などでたまに連絡を交わす程度になっていったんだ。あれだけ大好きだったお父さんとも、疎遠になっていったのね。それだと、もう親は頼れないんじゃない？ああ、だが岸本は親の金で会社を買うつもりでいたんだ。その支払いに困った岸本は、ある計画を立てるようになるぜ。ねえ、マリサ。岸本はお金を手に入れるために、どんな計画をしたの？それはズバリ、銀行強盗だぜ。親に支援してもらえないからって、今度は犯罪に手を染めようと考えたの？真面目に働いて金を稼ごうという気にならないのが呆れるよな。そして岸本は、2007年10月11日に計画を実行したぜ。だが、敷地内に侵入した際に警報が作動して、警察に捕まってしまうんだ。警報が鳴るってことは把握していなかったのかしら？もし鳴ったとしても、素早く逃げれば大丈夫だと楽観視していたのかもしれないぜ。爪が甘すぎるわ。この事件によって、岸本は懲役1年6ヶ月、執行猶予3年という、
有罪判決になったんだ。警察に逮捕されて、有罪判決まで出たんだったら、さすがに反省するんじゃないの？残念ながら、岸本は反省しなかったぜ。その後も100万円以上の借金を作ったり、家賃を滞納したり、自堕落な生活を送っていたんだ。全く改心しなかったのね。ああ、彼は約5万円の家賃を払えないほどに困窮していたんだぜ。頼れる相手がいなかったのね。追い詰められた岸本は、幼い頃から自分を可愛がってくれた祖父母のことを思い出したんだ。特に祖父は岸本に甘く、孫にねだられるまま、お小遣いを頻繁に渡していたんだぜ。でもまあ、基本的におじいちゃんとかおばあちゃんって孫には甘いイメージがあるわ。定職に就かず、警察のお世話にもなった岸本のことを、相当心配していたみたいだぜ。問題児の孫を持つって大変だわ。それにしても、祖父母のことを思い出したってことは、またお金をもらいに行こうとでも思ったの？いや、岸本が欲しかったのは大金だ。祖父母の家に押し入って無理やり金品を奪おうと決意したんだぜ。銀行強盗に失敗したから、次は身内の家強盗に入ろうとしたの？その通りだぜ。じゃあ次は、事件当日どのように岸本が犯行に及んだのか、詳しく話していくぜ。2008年9月4日の午後1時頃、茨城県土浦市に住む祖父母の元に岸本が訪れたぜ。手には刃渡り約15センチメートルほどの包丁が握られていたんだ。岸本は当時78歳だった祖母に襲いかかったんだぜ。急に孫が襲ってくるなんて、信じられなかったでしょうね。しかも岸本は、祖母の腹を包丁で何度も刺して殺したんだ。その2時間後には、当時82歳だった祖父も同じ方法で命を奪おうとしたんだぜ。小さい頃からよくしてもらったおじいちゃんとおばあちゃんを、次々に襲うなんて、恐ろしいわね。それに祖父は岸本にこうちゃん、やめてくれ、と悲しい声で命乞いをしたんだ。長年可愛がってきた孫に、殺されるのが耐えられなかったんだと思うぜ。だが、岸本はそんな祖父も、包丁を突き立てて刺し殺したんだ。もう彼は、お金のことしか頭の中になかったのかしら。ああ、祖父母を殺害した後、岸本は二人の遺体を隠すように、上から布団をかぶせたんだぜ。わざわざ布団をかけたのには、理由があったの？とりあえず、遺体を見られちゃまずいと思ったのかもな。なるほどね。岸本は、クローゼットの中に置いてあった金庫をすぐに発見するぜ。そして、無理やりこじ開けると現金やクレジットカード、暗証番号が書かれた紙を盗み出したんだ。随分と手際がいいわね。クローゼットに金庫があることを岸本は知っていたみたいだわ。事件が起こる1ヶ月前にも、岸本はこの家に忍び込もうとしていたからな。大体の場所は把握していたんだと思うぜ。え、その時は祖父母に侵入したことがバレなかったの？祖父母は岸本の仕業だと分かっていたが、被害届は出していなかったんだ。それだけ孫思いだったのね。孫にはまっとうに生きてほしいと願っていたが、それは叶わなかったんだ。祖父母のクレジットカードを手に入れた岸本は、関西方面へと逃亡したぜ。そしてコンビニの ATM から合計250万円もの現金を引き出したんだ。ふむふむ、そのお金は一体どうしたのかしら？彼はいつものようにキャバクラなどの飲み屋で散財したんだぜ。人殺しで手に入れたお金で、よく遊べるわね。ドン引きだぜ。岸本が奪った金で遊び回っている頃、祖父母の遺体が発見されて大事になっていたんだ。第一発見者は誰だったの？最初に遺体を見つけたのは、この家で同居していた岸本の父親だぜ。そして警察の捜査が開始されると、親族である岸本の姿が見えないことが判明するんだ。事件が起きた時期に行方不明になるって、完全に怪しいわよね。警察も岸本が犯人なのではないかと考えて、彼の行方を追っていたんだぜ。すると数日後、防犯カメラに口座から現金を引き出している。岸本が映ってることが判明したんだ。それは、重要な手がかりね。事件が起こってから5日後の9月9日、早速警察は動いたぜ。防犯カメラに映っていた顔写真とともに岸本の実名が公開され、情報提供が呼びかけられたんだ。顔も名前も公開されたら、そのまま逃げ続けるのは難しいでしょうね。そうだな。翌日の9月10日、福岡県にある JR 博多駅の中で、岸本は警察に身柄を拘束されたんだ。すぐに逮捕できてよかったわ。それにしても、茨城県から福岡県まで逃亡していたなんてびっくりね。事件から1週間も経っていないのに、かなりの移動距離だぜ。地元近辺にいたら警察に捕まるって考えたのかもね。だからできるだけ遠くに行こうと思っていたのかしら？ほとぼりが冷めるまで、地元から離れた土地に隠れているつもりだったんだろうな。岸本は警察による事情聴取で、最初は容疑を真っ向から否定していたんだ。祖父母のことも、自分が家訪問した時は、すでに二人とも亡くなっていた。
と、嘘を訴え続けていたんだぜ。それがもし本当だったとしたら、どうして救急車や警察を呼んだりしなかったのよ。ああ、そんな状況になったら、まず通報するよな。岸本は最後には、自らが祖父母を殺した犯人だと自白するんだ。これ以上、嘘を重ねても無駄だとわかったのかしら。そうだな。さっきも言ったように、岸本は日頃から金に困っていたんだ。以前にも祖父母の家へ侵入して金品を盗もうとしており、殺害の動機は十分あるぜ。そして2009年5月19日には、今回の事件の初公判が裁判所で開かれたんだ。ほうほう。被害者である祖父母の親族は、岸本に対して重い刑罰は望んでいないと主張したんだ。それより、時間がかかってもいいから、心から反省し、更生してくれることを望んでいたぜ。でも岸本は遊ぶお金が欲しいって理由で、おじいちゃんとおばあちゃんを刺して殺したのよね。しかも相手は命乞いまでしていたのに、聞く耳も持たなかったのよね。それなのに重い刑罰を求めないっていう主張は、少しだけ違和感があるわ。まあ、霊夢の意見もわかるぜ。だが遺族としては、複雑な思いがあるんだろうな。現に岸本の父親は、母親が数年前に癌で亡くなったことで、理解してくれる人がいなくなってしまったのが犯行の原因ではないか、と証言しているからな。本当にそれが理由なのかしら。岸本自身は、母親の死は関係ないと主張しているぜ。じゃあ、やっぱりお金目当ての犯行だったんでしょうね。彼は浪費癖もあったみたいだからな。ちなみに、裁判で事件についてどう思っているか質問されると、岸本は、悪いとは思っているが、反省しているかどうかはわからない、といった返答をしているんだ。悪いと感じているのに、反省をしていないっていうのが謎だわ。しかも彼は、30年間服役したとしても、自分が変わるとは言い切れない、と語っているからな。いやいや、これからは同じことを二度と起こさないようにすべきでしょ。あまりに無責任な態度だよな。裁判長は、そんな岸本に対して無期懲役を言い渡したんだ。本人がちゃんと反省していれば、判決は違うものになっていたのかもしれないわね。そうだな。遺族も重い罪は求めていなかったんだが、本人の態度に問題がありすぎたんだぜ。さて、以上で今回の事件についての解説は終わりだ。なんだか最後まで嫌な気分になる事件だったわ。犯人は無事に逮捕されたが、被害者に対する謝罪もないし、全然反省していないんだ。そうね。しかも被害に遭った祖父母は、何も悪いことしていないじゃない。それどころか、お金を盗もうとした岸本を許すくらい、優しい人たちだったんでしょ？しかも岸本は銀行強盗をしようとして、一度捕まっているしな。これ以上の罪を重ねてしまうと、就職するとき不利になってしまうと考えたのかもな。そこまで考えてくれる身内がいるのに、なぜニートを続けられたのかしら。彼は犯行当時24歳だったが、中身は子供のままだったのかもしれないぜ。じゃあ未熟だったってことなの？普通は、それぐらいの年齢なら社会経験があるもんだ。岸本の場合は働かずに、キャバクラで飲み歩いているような環境だったからな。確かに、自由気ままに生きてるって感じだもんね。人に迷惑をかけない範囲なら、自由に暮らしても問題ないと思うぜ。だが、彼は家族の金を勝手に使ったり、むちゃくちゃな生活をしていたんだ。そんな人物が成熟した大人になれるとは思えないぜ。マリサの言う通りだわ。将来は人のためになるような仕事をしたいと夢見ていたのにね。まさか祖父母の命を奪った殺人鬼になっちゃうなんて切ないわ。成長するにつれて、そんな夢は忘れてしまったのかもしれないな。10個目、別府秘湯女性看護師殺人事件。被害者である Y さんは、兵庫県在住の28歳の看護師だったぜ。Y さんは幼少期から温泉が好きだったんだ。そこで、夏季休暇と年次休暇を合わせた7日間で、温泉旅行の計画を立てたんだ。九州へ温泉旅行へ行く、と周囲に伝え、Y さんは大分県別府市明番の秘湯、鍋山の湯に一人で夜間に訪問したぜ。一人で行くなんて、よほどの温泉好きだったのね。そして2010年9月4日にとんでもないことが起きたんだ。鍋山の湯に通じる山道沿いの雑木林で、Y さんの遺体が発見されたんだぜ。Y さんの体には首を絞められた痕跡、頭部には陥没骨折の跡も確認されたんだ。また遺体発見時、Y さんは下半身のみ下着姿だったぜ。財布、携帯電話、車のキー、運転免許証などは見つかっていないんだ。それに、長期旅行には必要なはずの衣類なども見つかってないぜ。これらは犯人に盗まれたとされているんだ。下半身が下着姿ってことは、Y さんは性的暴行をされた可能性があるの？いや、その痕跡はなかったそうだ。発見場所から200メートルほど山道を下った場所に、Y さんの車が止まっていたぜ。車はロックされていて、車内には温泉の入浴道具や毛布などが残されていたんだ。Y
Y さんは山道沿いの雑木林で発見されたのよね。そんな場所なら、人もほとんどいないと思うわ。どうして Y さんは車から降りたのかしら？鍋山の湯は山道の奥にあるんだ。たどり着くためには、悪路を走行しなければいけないぜ。車を止めていた場所の先には駐車場があるが、道はかなり狭くなっているんだ。Y さんはその道が通れるか確認するために、車を降りたと推測されているぜ。なるほどね。しかも、鍋山の湯は普通にルルブや、マップルでも紹介されているぜ。まさか自分がそこで危険な目に遭うなんて考えないよな。それにしても、こんなひどいことをするなんて犯人は最低ね。もちろん、犯人はすぐに捕まったのよね。いや、犯人の手がかりがなかなか見つからず、捜査は難航したんだ。旅先での事件だし、ばったり会った人がやったのかしら？でも、周囲の人に旅行のことは伝えていたのよね。なら、周囲の人とトラブルを抱えていた可能性もないかしら？ Y さんの性格は真面目で優しくて親切だったそうだ。患者からの評判も良く、Y さんを恨んでいる人は、誰一人としていなかったんだぜ。それに、鍋山の湯付近では1年前から、不審な人物や車が多く目撃されていたんだ。女性客を狙った覗き行為や隠し撮り、車上荒らしが頻繁に起こっていたそうだな。ただ、目撃された不審人物が犯人だったのかは、未だに謎のままだ。じゃあ、犯人は今でも捕まっていないの？いや、事件発生から1年が経過した。2011年8月31日に犯人が捕まったぜ。別件の傷害罪などで公判中だった。安藤健二が死体遺棄の疑いで逮捕されたんだ。別件って、どんな事件だったの？2022年5月20日、安藤は神奈川県川崎市の女性会社員宅に侵入したんだ。そして、女性に手を挙げて怪我を負わせたんだぜ。さらに安藤は、現金およそ1万9000円を奪ったんだ。神奈川県って、随分と離れてるわね。被害者が女性で、被害者が金銭を盗まれたこと以外、この事件とは無関係なのね。それなのに、どうして犯人を特定できたの？別件で、警察が安藤の部屋を捜索したんだ。その部屋から Y さんの携帯電話が発見されたんだぜ。さらに事件現場からは、Y さんの服から、微量の唾液の DNA が検出されていたんだ。それが安藤の唾液の DNA と一致したのね。ああ、そこから犯人を割り出したんだ。そして9月23日、安藤は Y さん殺害を認め、強盗殺人容疑で再逮捕されたぜ。偶然が重なって、逮捕に至ったのね。安藤が逮捕されていなかった可能性を想像したら、ゾッとするわ。捕まった安藤は、どんな人物だったの？安藤は大分県大分市出身で、当時34歳だったぜ。学生時代は大分県内の社会福祉法人立の中学校に通っていたんだ。ここは家庭に恵まれなかったり、非行経験があったりする子供が通う場所なんだ。中学校卒業後は、大分県にある建設会社に就職したぜ。家庭には恵まれなかったけど、しっかり就職したのね。だが、2003年11月19日に安藤は犯罪を起こすぜ。公園で行為に及ぶ男女と遭遇した安藤は、因縁をつけて免許証を取り上げたんだ。そして男性側に角材を持って押しかけ、実家にバラすぞと脅したぜ。安藤は、現金およそ5000円やカードの入った財布を脅し取ったんだ。その件で安藤は恐喝罪で逮捕され、有罪判決を受けたぜ。もちろんだが、会社はクビになっているんだ。まあ、犯罪しておいて雇い続けてくれる会社なんてないわよね。でも、釈放された後はどうしたのかしら？福岡県北九州小倉北区に本拠を置く、指定暴力団、工藤会系の組員になったんだぜ。暴力団？まあ、それも続かなかったようだがな。安藤は2009年3月に暴力団を抜け、神奈川県川崎市の建設会社で働き出したんだ。だが、事件前後の2010年6月から9月にかけて、安藤は、身内に不幸があったので大分に行く、と言って休職したぜ。そして、2011年の春頃に建設会社を退職したんだ。事件前後に仕事を休んでいたのね。ところで、安藤の仕事ぶりはどうだったの？安藤は真面目に仕事していたそうだ。意外ね。勤務態度は不真面目だと思っていたわ。安藤は多くの資格を持ち、仕事を休むこともない優秀な社員だったんだ。だが、仕事以外の生活は相当に派手なものだったんだ。酒と女が好き、という典型的な例だな。確か安藤は Y さんの財布を持ち去っていたわよね。やっぱり安藤は、日頃から散財し続けていたの？そうだな。安藤は酒と女に溺れるあまり、常にお金が足りない生活を送っていたんだ。建設会社に勤めている間も、安藤は毎月のように給料の前借りをしていたぜ。それも月に数回という頻度だ。そんなに前借りしたら、給料日に何ももらえなくなりそうね。そうだな。
しかも同僚たちが辟易するくらいに、安藤は酒癖も悪かったんだぜ。行きつけのスナックでも、俺は野獣だ、と言い回っていたから、安藤は、野獣くんというあだ名がついていたそうだ。あだ名は面白いけど、酒癖が悪いのは良くないわね。それじゃあ、もしかして Y さんを手にかけた時も、安藤はお酒を飲んでいたの？不明だぜ。事件から1年が経過しているから、さすがの警察も検証できなかったんだ。だが安藤は当時、自分は酒を飲んでいた、と供述しているぜ。飲んでいたにしろ、飲んでいなかったにしろ、許されることじゃないわ。安藤は法の下できちんと裁きを受けるべきよ。それじゃあ、大分別府女性看護師殺害事件の裁判について話すぜ。2012年3月6日、この日に第一審の初公判が開廷したぜ。ここでは罪状認否、冒頭陳述、証拠調べがされたんだ。安藤は強盗致死傷、強制わいせつ致死傷、死体損壊等で起訴されていたぜ。改めて聞くと、最悪な罪状ね。次に事件の流れについて説明するぜ。事件発生は、2010年8月31日の、18時30分から19時30分までの間だ。現場の位置関係は、鍋山の湯、遺体発見現場、被害者の車、渓谷ゲートだぜ。これらの地点は、それぞれ100メートル以上の距離があったんだ。車を降りた後、Y さんは女性見たさに、露天風呂を訪れていた安藤と遭遇したんだ。安藤は Y さんをナンパし、バッグを盗もうとしたぜ。身の危険を感じた Y さんは安藤を無視し、一度は安藤から逃げたんだ。だが、安藤は Y さんが戻ってくるであろう場所に、車で先回りしたんだぜ。Y さんからしたら恐怖でしかないわ。安藤はお酒を飲んでいたのよね。それにしては、冷静な判断ができているように思えるわ。安藤は戻ってきた Y さんの首を絞め、Y さんの体に触ったんだ。そして金属製のレンチで数回殴打したぜ。そして、財布、携帯電話、免許証などが入った、バッグを奪って逃走したんだ。結局のところ、Y さんの直接的な死因は何だったの？捜査関係者の話によると、窒息だ。首の舌骨など計3箇所の骨が折られていたぜ。骨折箇所を調べた結果、手や腕を使って絞められたことが判明しているんだ。Y さんは大きな手で首を絞められたということだな。道具を使ったとかじゃないのね。成人男性の力とはいえ、そう簡単に手で首を絞めて人を殺せるものなの？頸部を圧迫して人を手にかけるためには、かなり強い力がいるぜ。しかも、最低でも3分は首を絞め続けなければならないんだ。まあ、個人差はあるだろうが、相当に強い力だったのは間違いないぜ。強い力といっても、あんまり想像できないわね。具体的に、どれくらいの力が必要なの？そうだな。気道を閉塞させるためには15キロ。動脈を閉塞させるためには 3.5 キロから5キロ。静脈を閉塞させるためには、2キロから3キロの力が必要になるぜ。人間の力だけの場合、動作の種類によって、込められる力の大きさも変わるぜ。これは対象に作用できる視床面積が異なるから起こる現象なんだ。首を絞める動作で作用できる視床面積は、よくても 50% だな。細かい数字はわからないけど、相当に強い力をかけたのね。安藤は自分の罪をすべて認めたの？いや、安藤は、金品強奪の意図はあったが、当初から手にかけるつもりはなく、触れるつもりもなかった、と、起訴事実の一部を否認したぜ。弁護側も、酔った上での犯行で計画性はない。責任能力も著しく低下していた、と安藤の情状酌量を求めたんだ。計画性はないですって、金属製工具のレンチを事前に用意していた時点で、すでに計画的だわ。で、その後の安藤はどういう行動をしたの？安藤は Y さんを手にかけた8月31日の直後に、滞納中の携帯料金を払ったぜ。もちろんだが、この支払いには Y さんから奪ったお金を使ったんだ。その後、安藤はサービスが再開された。携帯電話を平然と使っていたぜ。安藤には金品強奪の意図も、当初から犯行に及ぶ気持ちがあったことも明らかだ。Y さんの母親も、犯人には死刑を求めます、と話しているんだぜ。母親からしたら、大切な娘の命が身勝手な理由で奪われたんだものね。死刑を求めるのも無理はないわ。そして、初公判が行われた翌日の3月7日に、第一審の第二公判が改定されたぜ。この日は証拠調べや被告人質問が行われたんだ。検察側は安藤が Y さんを襲った時の状況について細かく追及したんだ。だがその最中に、安藤はだんだんと苛立ちを見せ始めたぜ。苛立ちってどういうことなの？切れやすかったのかもしれないな。安藤は検察官に対して突然、声を荒げたんだ。座ったまま証言台を両手で前に突き倒し、3人の警察官に取り押さえられたぜ。裁判は一旦休廷となり、40分後に再開されたんだ。
だが、それでも裁判を続けられる状況になく、この日は中止になったぜ。まるで狂犬だわ。その翌日の3月8日に、第3回公判が改定されたんだ。被告人質問、論告求刑、遺族の意見陳述、最終弁論、被告の最終陳述が行われたぜ。この日は安藤の周りを5人の警察官が取り囲むという状況だったぜ。さらに、証言台の前に別の台を設置するなどの対策が取られたんだ。また暴れられたら、たまったもんじゃないわ。でも結局、なんで暴れたのかしら？弁護士が証言台を倒した理由について尋ねたところ、検事にしつこい質問とか、同じような質問を何回もされて、分かってもらえないような感じがあった、と安藤は説明したぜ。この日は検察官や裁判官が、さらに安藤を追及したぜ。2011年5月20日の事件での逮捕時、Y さんの件を自白しなかった理由を聞いたんだ。安藤は、DNA の一致により、Y さんを手にかけた犯人が、自分だということがバレて、言い逃れができなくなり、川崎署の刑事に別府での罪を打ち明けた、と話したんだ。それ以前に自首を考えたことはあったのかと尋ねられると、安藤は、怖くて自首を考えなかった、と答えたぜ。結局、安藤には身勝手な印象しかないわね。検察側は安藤に対して、極めて悪質で、一生をかけて罪を償うべきだ、として無期懲役を求刑したんだ。そして3月14日の第4回公判で、判決が出たぜ。大分地裁は安藤に対して、求刑通りの無期懲役を言い渡したんだ。当然の判決よね。たとえ、一生をもってしても償えない罪だわ。控訴審は改定されたの？いや、弁護側も検察側も控訴はしなかったんだ。安藤の無期懲役の刑が確定したんだぜ。14日の時点で、刑の軽減を求めた弁護士の主張は、被告は自分の行動を振り返り、反省することができていない。繰り返し粗暴な犯罪に及んでおり、再犯の恐れが高い。とされ、退けられていたからな。控訴したところで、結果は同じってことね。安藤の犯行はあまりにも自己中心的で、情状酌量の余地はないわ。ちなみに、この事件は裁判員裁判で、全面可視化が行われた初の事件なんだ。検察官の取り調べの全過程が全て録音録画されていること。その過程が社会に知れ渡るように情報の提供が行われたこと。この二つは、この事件以前では認められていなかったんだぜ。そうだったのね。全面可視化は、昔は当たり前ではなかったのね。11個目、福岡粕屋町女性事件。事件が発覚したのは、2019年7月8日11時30分だったぜ。福岡県の粕屋町中原を流れている末川で、女性が発見されたんだ。7月6日の夜から行方不明だった。会社員女性の T さん当時38歳だったぜ。彼女は、うつ伏せで浮いている状態で発見されたんだ。うつ伏せで浮いていたってことは、ああ、T さんは川から引き上げられたがすでに亡くなっていたぜ。司法解剖の結果、T さんは首を絞められたことによる。窒息死だと断定されたんだ。溺死ではなくて窒息死だったの？しかも首を絞められたなんてひどいわね。霊夢の言う通りで、T さんの首の骨は折れていたぜ。犯人はすぐに捕まったのかしら？ああ、事件発覚から6日後の7月14日に逮捕されたぜ。犯人は、当時35歳だった男、古賀哲也だ。古賀は容疑に関して、間違いない、と認めたぜ。古賀と T さんは知り合いだったの？いや、二人の間に面識はなかったんだ。面識のない人の首を折るなんて、どうしてそんなひどいことができるのかしら？古賀はどんな人物だったの？古賀は福岡市しめ町で3人兄弟の長男として育ったぜ。学生時代は剣道部に所属しており、小中学時代の指導者は、比較的おとなしい感じではあった。正直なところあまり印象がない、と証言しているんだ。トラブルを起こしたりするような人物ではなかったのね。近所の人や学校での評判はどうだったのかしら？近隣住民は古賀に礼儀正しく真面目な印象を抱いていたぜ。学校でも、おとなしく真面目な生徒だったそうだ。なんだか話を聞いていると古賀は存在感が薄いように思えるわ。ああ、報道でもそう言われていたな。古賀は地元の中高を卒業すると福岡県内の大学に進学するが、2年で退学しているぜ。どうして退学したの？退学した理由は判明していないぜ。だが、退学する前後に事件を起こしていたことが、原因だと考えられるんだ。今回の殺人事件の他にも事件を起こしたことがあるの？ああ、古賀は2006年に大阪で強姦事件の罪で、服役しているんだ。さらに2014年、今度は長崎で強制わいせつ事件を起こしたぜ。大阪だけじゃなくて長崎でも性犯罪を繰り返したの？全然反省していないじゃない。
古賀は2006年に服役した時、再犯防止プログラムも受けていたぜ。だが、それも効果がなかったようで、長崎でも事件を起こしたわけだな。そしてまた今回も事件を起こしたのよね。やりきれないわ。霊夢の言う通りだ。古賀は長崎で服役生活を送っていたが、2017年の8月に刑務所から出所したぜ。そして同年の9月に福岡市の土木会社に、日雇い作業員として採用されたんだ。土木会社の人は、古賀の前科を知っていたのかしら？会社の上司たちは、古賀が事件を起こしたことを把握した上で採用したんだ。前科のある人間の、更生支援のために採用したわけだな。そうだったのね。じゃあ、住むところも用意してくれたの？ああ、会社には寮があったから、古賀は寮に入ったぜ。住居にも仕事にもありつけたわね。会社での評判はどうだったのかしら？社員の人には挨拶を欠かさず、無断欠勤もせずに真面目に働いていたぜ。誰かとトラブルを起こすこともなかったの？ああ、上司や同僚たちは、古賀を真面目に働くおとなしい人物だと思っていたんだ。学生時代と同じような評判ね。じゃあ、被害者の T さんはどんな人だったのかしら？ T さんは夫と小学6年生になる息子と3人で粕屋町で暮らしていたぜ。T さんは粕屋町出身だったの？いや、粕屋町に住み始めたのは事件が起きる数年前からだ。T さんは夫の転勤に伴って、この町に引っ越してきたんだぜ。T さんは専業主婦だったんだが、事件が起きる2年前から保険の営業職をしていたんだ。保険の営業職って、契約が取れないと、きついイメージがあるわ。T さんは慣れない仕事でなかなか契約を取れず、実績が出せない時期もあったんだ。だが、そんな辛い時期にも、夫に愚痴を言うことはなかったそうだぜ。夫は T さんのことを、明るく頑張り屋な人だったと話しているんだ。専業主婦から一転して働くだけでも大変なのに、すごい人ね。T さんはどんなに大変な時でも家族を思っていたんだ。夫は、そんな T さんを太陽のような存在であったと語っているぜ。素敵だわ。だからこそ T さんが行方不明になった時は、T さんのことが心配だったでしょうね。T さんが行方不明になった時のことも教えてほしいわ。2019年7月6日、T さんは夫と車で、ショッピングセンターで買い物していたぜ。ショッピングセンターは、自宅から約 3km 離れたところにあったんだ。夫は他にも買うものがあると言った T さんと、ショッピングセンターで別れたんだ。夫は車で帰宅したぜ。T さんはどうやって帰宅したの？ショッピングセンターで自転車を購入していたんだ。T さんは、買ったばかりの自転車に乗って、帰宅することにしたんだぜ。それで事件につながるわけね。ああ、先に家に帰った夫は息子と自宅で T さんの帰りを待っていたぜ。そんな中、21時30分過ぎに T さんから電話があったんだ。どんなことを話したのかしら？ T さんは、今からファストフード店に寄るけど何か食べたいものはあるか、と聞いてきて、それを買ったらすぐに帰宅するとのことだったんだ。だが、このやりとりが T さんとの最後の会話になってしまうぜ。3km って自転車ならそう遠くない距離よね。ああ、ママチャリなら平均で12分前後だ。T さんは21時37分頃に店で買い物を済ませてから、行方不明になったんだぜ。家族はすぐに捜索したのかしら？もちろんだ。夫は帰ってこない T さんを心配して、自宅の周辺を探し回ったぜ。警察には、7日の深夜3時に捜索願いを提出したんだ。親族も一緒になって T さんを探したが、2日後の7月8日に T さんを発見したんだぜ。T さんの夫や息子のことを思うと、胸が痛いわ。T さんが発見された場所の近くからは、乗っていた自転車も見つかったぜ。遺体の状態から、事件と断定した警察はすぐに捜査を開始したんだ。犯人の古賀は、どこで T さんを見かけたの？ T さんは21時37分に、ファーストフード店を出ると末川の歩道を通ったぜ。だが、自宅まであと約900メートルの地点で古賀に見つかってしまうんだ。古賀はターゲットを探していたの？ああ、古賀は一人で自転車に乗る T さんに目をつけると、車で先回りしたぜ。そして、川岸の近くに身を潜めていたんだ。T さんは古賀に気がつくことはできなかったのかしら？現場近くは、田んぼだらけの暗い場所だったんだ。すれ違う人の顔もはっきり見えないほどだぜ。でも、街灯くらいあるでしょう？街灯は約10メートル間隔で設置してあるが、半分以上は切れていたそうだ。古賀が身を潜めていた場所も、明かりがなく草木が生い茂っていたんだぜ。死角が多かったから、自転車に乗っていた、T さんはなおさら気づけなかったんだ。なんでもその道は、地元民も避ける場所だと報道されているぜ。確かに夜に明かりがない場所を通ると、人がいても気づかないわね。死角が多いならなおさらだわ。ああ、古賀は何も知らずに、通りかかった T さんに襲いかかったんだ。
そして、人目につきにくいカボチャ畑付近に連れ込んで、Jさんに乱暴をしたぜ。さらに、逃げようとしたJさんのことを追いかけて、二度も首を絞めたんだ。二度も首を絞めるなんてひどすぎるわ。それでJさんは亡くなってしまったのね。ああ、古賀は犯行後に、Jさんの財布やスマホなど計29点の所持品を奪ったぜ。そして、Jさんと自転車を末川に遺棄して逃走したんだ。さらに、バケツを持って現場に戻ったぜ。指紋を洗い流し、証拠が残っていないかの確認をしたんだ。人の命を奪って、隠蔽工作までしているのね。警察は捜査を開始すると、現場付近の防犯カメラの解析を行ったぜ。すると、犯行の時間帯に、一台の車が何度も行き来するところが映っていたんだ。それが、古賀の車だったの？ああ、その車は古賀が勤務先から借りた車だったぜ。そして警察は7月14日に古賀を任意同行して、話を聞いたんだ。古賀は、Jさんの遺体を遺棄したことを認め、その場で逮捕されたぜ。取り調べでは何と言っていたのかしら？偶然見かけたJさんを待ち伏せし、暴行の末に殺害したと供述したぜ。罪はすぐに認めたのね。ああ、そのため古賀は8月20日に再逮捕されたんだ。福岡地裁で開かれた裁判で、古賀は起訴内容については概ね認めたんだ。だが、最初から命を奪うつもりはなかった、と殺意については一部否認したぜ。二度も首を絞めているのに、殺意がないはずないわ。その通りだ。ただ、人の命を奪ったので死刑が妥当ではないかと思う、とも述べていたぜ。そして弁護側は、Jさんの首に手をかけたのは気絶させるためであった、と主張し、古賀が深く反省していること。被告は性依存症だが、治療を続けることで再犯は防げる、と話したんだ。さらに、古賀の母親が遺族に賠償金を支払う意向を、示したことも考慮していたぜ。これらの事情から、弁護側は懲役30年が相当だと主張したんだ。懲役30年って有期刑の上限よね？その通りだ。検察側は、執拗で残忍な犯行、意識が戻った被害者の首を再び絞めており、殺意は強固だった、と指摘して古賀に無期懲役を求刑したぜ。さらに検察側は、一人でいる女性を狙い、ゲーム感覚で犯行に及んだ。執拗に襲われた被害者の恐怖や苦痛は計り知れない、と主張し、自身の保身のため、被害者を物のように扱った、と厳しく古賀を批判したぜ。丁寧に証拠隠滅までしているし、言い逃れはできないわね。さらに検察側は、古賀が過去に性犯罪事件で服役していたことも明かしているぜ。無期懲役を求刑したことについては、出所から2年足らずの事件で、再犯の可能性が高く、酌量の余地はない、と主張したんだ。性犯罪の再犯防止プログラムを受けたのに、3回も事件を起こしているもの。古賀は検察側から、再犯防止プログラムについて問われたとき、机上の空論のように感じた。効果がない、と発言していたぜ。本当に効果がないの？古賀の治療に当たっている精神保健福祉士は証人尋問で、出所後、プログラムを継続して受けられなかったことが一因、と証言しているんだ。なんだか効果そのものを疑っちゃうわ。性犯罪の再犯率って高いのよね？2020年出所者の性犯罪の2年以内の再犯率は 5.0% だそうだぜ。2年以内に 5.0% も再犯する出所者がいるのね。古賀みたいに再犯を繰り返す危険な人物に有期刑は甘いと思うわ。そうだな。2020年9月17日に、古賀には求刑通り無期懲役が言い渡されたぜ。裁判長は、被害者の無念は計り知れない。終生その罪を償わせるのが相当だ、とし。本当の意味で償うことはできないかもしれないが、一生をかけて罪に向き合ってほしい、と述べたぜ。古賀は控訴したのかしら？弁護側は控訴したが棄却され、2021年6月28日に無期懲役が確定しているぜ。実は事件が報道された時、T さんの名前や性被害については報じられなかったんだ。どうして？ T さんの夫が、妻の立場から考えると自分がどういう目にあって、亡くなったかを絶対に知られたくない、と思ったからだそうだ。T さんの名誉を守るために、実名報道をしないように申し出たのね。だが、公判の前に古賀の調書に目を通すと考えを改めたそうだ。古賀の犯行は残忍としか言いようがないものであったのです。しかし性暴力の事実を控えて報じられた内容は、実際の犯行の残忍さと大きく乖離していると感じた、として、T さんが受けた被害を世間に示したんだ。同じような犯罪を絶対に許さないという、メッセージを発信すべきだと考えたそうだな。勇気がある人だわ。でも、事件当時小学生だった息子さんのことが心配よ。後半で遺族側弁護人が読み上げた、T さんの息子の意見陳述書には、
なぜママや僕の人生、パパの人生をぶち壊したのか。ママを返してほしい。一番重い刑にしてほしい。少なくとも一生刑務所から出てきてほしくない。怖い。いつか出てくると怯えながら暮らしていくのが怖い、と書かれていたぜ。聞いているだけで悲しくなるわ。そして T さんの夫は公判後の記者会見で、太陽のような存在だった妻が急にいなくなり、眠れず、地獄の日々で、海の底にいるようだ、と語っているんだ。言葉が出てこないわ。突然、母親と妻を奪われた家族の深い絶望は、私たちには計り知れないぜ。そして後から分かったことだが、周辺の住民は T さんの悲鳴を聞いていたんだ。悲鳴は1分から2分にわたって響いたのに、誰も通報していなかったことが判明したぜ。そうなの。そんなに長い叫び声を聞いていたら通報するなり、現場を見に行くなりしそうじゃない？残念だがネットでは、自分なら通報しない、との声もあったんだ。やはり、警察に通報するのをためらう人は多いのかもしれないな。確かに110番するのは緊張するけど、何かあればすぐに通報していいのよ。その通りだ。少しの異変でも直接介入するのは危険だから、ためらわず警察に頼っていいんだぜ。そしてこのような事件が二度と起きないように願っているわ。被害者のご冥福をお祈りします。12個目、神戸5人殺傷事件。この事件は2017年7月16日の早朝、神戸市北区で起こった。その日、竹島家では、当時26歳だった竹島かなみが、同居中の祖父である南部達夫さんを突然、金属バットで襲う凶行に出た。朝からどうしてそうなったのよ。驚くのはまだ早い。息子の暴挙を止めに入った母、智子さんだったが、何の効果もなく、逆に殴り殺されそうになったんだ。お母さんまで撲殺しようだなんて一体何考えているの？智子さんはたまらず家の外に逃げ出して、近所に助けを求めに行ったそうだ。その後、力尽きて歩道の植え込みに、血まみれの状態でしゃがみ込んでいたが、散歩中だった男性によって発見され、病院に搬送され一命を取り留めたんだ。よかった、お母さんは助かったのね。智子さんが発見された状況を目撃していた人曰く、最初交通事故に巻き込まれたのかと思った。駆け寄ると女性は涙ながらに、息子に金属バットで殴られた、と話した。花柄のワンピースは真っ赤に染まり、裸足だった。家に残してきた父と母が殺される、助けて、と必死で訴えかけてきたとのことだ。なんてひどい。お母さんが言っているように、おじいさんとおばあさんが心配だわ。智子さんが脱出した後の竹島家では、達夫さんが金属バットで殴り倒された後、包丁で刺殺されていたんだ。その後同居中だった祖母、南部みゆきさんも殺害した竹島は、興奮が収まらず包丁を片手に、敷地の外に出て行った。被害者がさらに増えちゃう、早く止めないと。霊夢の言う通りとなってしまった。運悪く竹島と顔を合わせた辻愛子さんと、前北美沙夫さんまでもが襲撃に遭い、首を切られた辻さんが亡くなってしまったんだ。そんな、ただ通りがかっただけの人が巻き込まれるなんて。その後竹島は近所の有馬神社に向かっていたところ、通報を受けて駆けつけた警察官によって、駐車場で逮捕されているぜ。これ以上被害者が出なくてよかったわ。しかし、3人殺害、2人が負傷となる重大な事件となってしまったんだぞ。一体どうしてこんなことになってしまったのかしら。この竹島かなみってどんな人なのか気になるよ。竹島かなみは少年時代より勉強は得意だったらしく、中学を卒業後神戸市内にある工業高等専門学校に進学したんだ。しかし学校に馴染めなかったのか、学校を中退してしまっている。その後、物流会社に就職して、働いていた時期もあったが、長続きせずに退職。今度はコンピューター系の専門学校に通うこととなった。専門学校を卒業した竹島は、IT 企業系の会社に再就職したようなんだが、社風が合わなかったのかすぐに退職。事件半年前から無職だったと言われているぜ。なんだか社会性に欠ける印象があるけど、実際どうだったのかしら。同級生からの評判は意外と良く、おとなしく勉強熱心だった。ほがらかな性格だった、といった証言が出ているな。学校でトラブルを起こしたといった話もなかったそうだ。結婚はしていなかったの？していないな。ただ哲学的ゾンビを殺せば、知人女性と結婚できるという妄想を抱いていたようだ。何それ、真っ当な考えじゃないわ。そもそも哲学的ゾンビっていうのは一体何なの？哲学的ゾンビというのは決して、映画で出るようなゾンビという意味じゃない。クオリアにかけた自分のことだ。クオリア、自分にしか体験できない主観的な感覚のことだ。楽しいと思う意識や寒いと思う自我のような主観的意識を指すな。哲学的ゾンビにとってそれは、脳内活動の一部でしかないということだ。
簡単に言うなら、哲学的ゾンビは、機能としての感覚や感情はあるが、実感としての感覚や感情がない存在ということだな。でもそれは他人目に見てわかることじゃないでしょ。それにそんな人だからって、殺していい理由にはならないわ。霊夢の言う通りだぜ。今回事件現場となった祖父母や母親と一緒に暮らしていたんだ。父親に関しての詳細は不明だな。家族仲はどうだったの？母親は警察の事情聴取に対して、トラブルもなく動機が思いつかない、と語っていたが、竹島本人は専門学校時代の同級生に、家族が厳しすぎる、と愚痴をこぼしていたそうだ。周りは感じ取っていないような小さな不満が積み重なっていたのかもしれないわね。逮捕された竹島は取り調べに対して、思っていたものと違い、面白くなかった、と、職場や学校への不満を口にしていたようだが、具体的な犯行動機について、警察側もつかめていない状況だったんだ。事件を起こす前兆みたいな言動はなかったの。パソコンやスマートフォンにも事件の予兆をさせる書き込みはなく、前日までの生活状況から計画性は薄いようだな。なるほどね。それなら急に、事件を起こす形になってしまったのね。取り調べ中に、神社に行けばアイドルに会えるというお告げがあった、と口走っていたから、神戸地裁の判断で2017年9月より精神鑑定を受けているんだ。精神鑑定の結果は公開されていないんだが、弁護士が公判中に、統合失調症による心神喪失状態だった、と主張しているから、統合失調症であったようだな。だからさっきの哲学的ゾンビを殺したらって、発言が出てきたのかもしれないわね。さっきから話題に上がっている統合失調症って、具体的にどういう病気なの？統合失調症とは簡単に言うと、心の考えがまとまりづらくなる病気だな。その結果、気分や行動、人間関係に影響が出てくるんだ。この病気には健康な時にはなかった状態が現れる陽性症状と、健康な時にあったものが失われる陰性症状という2パターンあるんだ。陽性症状と陰性症状は何が違うの？陽性症状で現れるのは妄想、幻覚、思考障害だ。ずっと監視されているという妄想を抱いたり、周りに誰もいないのに命令する声や悪口が聞こえたりする。逆に陰性症状は感情の平板化、思考の貧困、意欲の欠如、自閉といった症状が挙げられる。喜怒哀楽の表現が乏しくなったり、自発的に何かをしようという意欲がなくなったりするんだ。こういった症状はあくまで、統合失調症の一部でしかない。それは頭に入れておいた方がいいだろう。統合失調症を患っている人がこういった罪を犯すわけではない。といったことをきちんと、認識しておくことが大切ね。新たな偏見や差別を生まないためにもな。精神的な病気との戦いというのは、想像以上に大変なことだぜ。治療法としてはどんなものがあるの？薬による治療と精神科のリハビリテーションがある。様々な薬を組み合わせ、症状を軽減させていく形になるだろう。なるほどね。今でもたくさんの人が、この病気で困っているだろうから、治療を頑張ってほしいよ。話を戻すが、竹島の裁判が開かれた。実は鑑定留置を担当した医師一人が海外赴任してしまったこと。コロナ禍の影響により、後半の日時が遅れるアクシデントがあったんだ。そうだったのね。こんなところにも、コロナウイルスの影響があったなんて。初公判が始まったのが、2021年10月13日だった。竹島は事実関係を認めていて、刑事責任能力の有無が争点となった。つまり罪に問える精神状態だったのかということね。そうだ。検察側は家族らを襲った竹島が統合失調症の妄想の影響があることを認めつつも、犯行を思いとどまる能力は残っていて、心神耗弱状態にとどまる、と主張したんだ。しかし弁護側は竹島が妄想にとらわれていて、行動を制御する能力を完全に失っていたとして、心神喪失状態で無実、と無罪を主張した。5人も被害者を出しているのに、無罪になると思っているの。ところが、だ。何と神戸地裁で行われた裁判員裁判で求刑無期懲役だったが、一転して無罪となったんだ。嘘でしょ。どうしてそうなるのよ。飯島健太郎裁判長は、犯行時の竹島の状態について、妄想などの精神症状の圧倒的影響下にあった疑いを払拭できない、と指摘して、刑事責任能力を認められない、心神喪失状態にあった、との合理的疑いが残る、としたんだ。確かに意味不明なことを言っていたのは事実だけど、だからって無罪だなんて。その怒りはもっともだ。霊夢はそもそも刑事責任能力というものを知っているか。そういえばニュースでもよく聞くけど、詳しくは知らないわ。刑事責任能力とは善悪の判断や行動を制御する能力のことだ。
この能力が著しく減退した心神耗弱なら刑を軽くし、能力がない心神喪失は罰しないとするものだ。つまり善悪の判断や制御能力がない人は、罪を犯しても罰されることはないということね。そうなってしまうな。今回の場合検察、弁護側ともに竹島が哲学的ゾンビを殺したら、知人女性と結婚できるという妄想を抱いていた点は一致していた。だから刑事責任能力の有無で争うことになったんじゃないの。そうだ。神戸地裁は起訴前に2回、被告の鑑定留置を求めて、医師2人に精神鑑定を依頼した。1人目の医師は、竹島が哲学的ゾンビを人間ではないと思っていたため、人を殺してはいけないという、規範に直面していなかったと分析した。2人目の医師は竹島には妄想を疑う気持ちがあり、精神状態の悪化は、中等度に留まると判断した。医師によっても判断が分かれる形になったのね。検察側は2人目の見解に基づいて、竹島を起訴した。しかし判決は、1人目の医師が11回の面会を行う一方で、2人目は竹島が面接を拒んだため、5分程度の面会が1回あるだけで、信用性を認めることはできない、としたんだ。確かに、複数回の面会を行った医師の証言が採用されるのも無理はなさそう。裁判官は主文を後回しにし、判決理由を先に述べた。判決を言い渡した後、竹島に、無罪にはなったが、取り返しのつかないことをしたことには変わりない。そのことを忘れずに病気の治療に、当たってほしい、と説諭した。刑罰より治療を優先するようにということで、無罪にしたのかもしれないわね。竹島はどうしているの？3人の刑務官に囲まれて前を向いて座ったまま、しばらく動かなかったそうだ。反省しているのか、呆然自失としているのかわからない反応ね。犯罪を犯した人自身にこれが犯罪だという自覚がなければ、刑罰ではなく治療が社会にとって良いことだという考え方に立っている。これが近代法の大原則だ。でもこれはおかしいんじゃないの？その気持ちもよくわかるが、刑法としてはやむを得ない判断だったんだろう。遺族の方々の気持ちを考えるとあまりにも受け入れがたい結果ね。裁判員の一人で、判決後に記者会見に応じた神戸市の男性会社員は、世間の方々、ご遺族、被害者の方々には納得できない結果になったと思いますが、日本の法律上、心神喪失で状態で無罪になったことはご理解いただきたい、とコメントしているぜ。裁判員の人たちもかなり迷った末の判断だったのかもしれないけど、もちろん霊夢のように納得できないという意見も多い。無罪判決が出た際には傍聴席から怒号が上がり、傍聴に来ていた遺族の男性は報道陣に、驚きで何も言葉が出ない、と話している。裁判所を出る際に、人を殺しておいてどうして死刑にならないのか、こんな判決は聞いたことがない、と叫んでいた女性もいたんだ。その人たちの気持ち、痛いほど伝わってくるわ。亡くなった辻さんの長女と長男は、ただただ絶望しています。何の罪もない3人の命が無法に奪われたのに、犯人は法律で命を守られたことには到底納得ができない。私たちと同じ思いをする人がいなくなるよう、責任能力という制度と運用を見直すきっかけになってほしい、とコメントしている。また事件で重傷を負った女性も代理人弁護士を通じてコメントを出し、判決を聞いて愕然とした。4年間かけてようやく取り戻しつつあった安心と生活が崩れ去った。今後が不安でなりません。検察には控訴を検討していただきたい、と言っているぜ。この人たちの気持ちもよくわかるわね。今までのように安心安全な生活を送れるようにしっかりとしたサポートが必要よ。犯罪被害者やその周りの人への手助けは、加害者への庇護よりも厚くあるべきと思うよな。竹島のように心神喪失と判断された人はその後どうなるの？まず大前提として心神喪失として無罪や減刑につながるというのは、ごく稀な判断なんだ。軽度の障害や疾患、さらには作業にまで適用されることはない。当然よね。作業に関しては言語道断じゃない。心神喪失が認められ、無罪となった犯人がそのまま釈放されることはない。釈放の前に必ず措置入院が挟まれ、裁判所と専門医が退院できると認めるまで、必要な治療を受け続けることになるんだ。これは医療観察法によって定められているぜ。措置入院や医療観察法って、よくわからない単語がまた出てきたわね。一つずつ説明していこう。措置入院というのは患者本人に対して、行政が命令して入院させるものだ。これは精神疾患のために自傷互いの恐れ、つまり自分や他人を傷つけたり、何らかの迷惑犯罪行為をする可能性が高い場合に、行政が患者に命令して行政措置として入院させるんだ。一般的な入院とは一線を画する、拘束力の高いものになるのね。そうだ。医療観察法というのは、心神喪失者など医療観察法というもので、
心神喪失または心神耗弱状態で重大な犯罪を犯した人物に対して、適切な治療を提供し、社会復帰を促進させることを目的とした制度のことだ。そこから煩雑な手続きを終えて、審判の結果医療の決定を受けた人に対しては、厚生労働大臣が指定した医療機関において、手厚い専門的な医療の提供が行われるとともに、この入院期間中から法務省所管の保護観察所に配置されている社会復帰調査官により、退院後の生活が調整されていく。随分と手厚く保護されるのね。犯罪を犯した人に対して、複雑な心境になるのもよく理解できるぜ。今までにも似たような判決が下された事件があるのかしら。最高裁によると昨年1年間に全国の地裁の一審判決で、心神喪失で無罪になった被告は5人、年数人程度となっており、過去5年間では24人にとどまっている。不起訴となるケースも多く、法務省の犯罪白書によると2019年は道交法違反などを除いた427人が、心神喪失を理由に不起訴となっているんだ。起訴すらされないこともあるのね。茨城県土浦市で両親と姉を殺害し、殺人罪に問われた男性被告について、一審の水戸地裁土浦支部は、2008年統合失調症による心神喪失を認め、無罪を言い渡した。しかし二審の東京高裁では、心神耗弱にとどまると判断し、無期懲役を言い渡し判決が確定した。なるほど、判決が覆って心神喪失ではないと判断されたこともあるってこと。そうだ。逆に裁判員裁判で死刑判決を受けた者が、控訴審で覆ることもある。埼玉県熊谷市で女児2人を含む6人が殺害された事件では、一審の埼玉地裁で死刑を言い渡したが、二審の東京高裁では心神耗弱として、無期懲役に減刑され確定しているんだ。これはさっきと逆で減刑されたパターンってことよね。責任能力の有無の判断は、それだけ難しいということかもしれないわ。霊夢の言う通りだ。専門家も精神障害を正確に理解するのは難しく、責任能力の判断は裁判員に大きな負担になっていると語っているんだ。竹島の件に関しては今後控訴審となる可能性もあるから、引き続き注目していきたいな。13個目、いまいち事件。まずは事件が発生した。2005年12月1日の時点に遡るとするぜ。場所は、栃木県いまいち市。現在の栃木県日光市の郊外の住宅地でのことだ。その日は木曜日で、午後2時頃の、気温は約8度と、晴れてはいても、冬らしい天気の日だったそうだ。当時小学1年生の Y ちゃんが、友達3人と連れ立って下校。小1時間ほど歩いた午後2時50分頃、自宅近くの三叉路で友達と別れてから、忽然と姿を消したんだ。いつ頃、Y ちゃんの行方が、わからないことが判明したの？正確なところはわからないが、仕事から帰った家族が、Y ちゃんが帰宅していないことに気づいて、最寄りの駐在所に届け出たのは、午後6時前だったそうだ。12月1日の午後6時前だったら、もう真っ暗よね？ああ、その時期の日光周辺の、日の入りは午後4時半だからな。しかも、Y ちゃんが友達と別れた、三叉路から自宅までは約 1.2 キロほどなんだが、途中はまだ造成中で、山林の中に、住宅が点在する状態、人通りもほとんどないところだったそうだ。そんなもの寂しいところを、一人だけで通学していたの？いや、普段の Y ちゃんは一つ上の、姉を含む上級生たちと、下校していたそうなんだ。しかし、事件当日も含む木曜日だけは、Y ちゃんたち1年生だけ、4時間授業だったそうなんだ。それで Y ちゃんたち1年生だけで、下校する木曜日は、友達と別れる、三叉路まで Y ちゃんの祖母が、迎えに出ていたそうなんだ。だけど2005年12月1日、その日はあいにく祖母の都合が悪く、迎えに出られなかったらしい。そうなのね。でも普段は迎えに出ていたということは、大人の目から見て子供だけでは、危険と思ったから？ Y ちゃんたちが使っていた、通学路付近では事件の前月である、11月頃から不審者がたびたび目撃されていたんだ。事件前日の11月30日には、髪がボサボサで髭を生やし、メガネをかけた中年男が女の子に、声をかけているところが目撃されている。子供が帰らないという訴えを受けた。警察はどうしたの？ Y ちゃんの通う小学校の PTA や警察署員、地域の人たちで捜索したんだ。それでも Y ちゃんは見つからず、翌日には公開捜査に切り替えたそうだ。その日の午後2時頃、Y ちゃんの遺体が、見つかったという一報が、帰りを待ち望んだ家族の元にもたらされたんだ。場所は Y ちゃんの自宅がある栃木県の隣、茨城県常陸大宮市内の、火葬場付近の山林の斜面だ。そんな、
発見したのは地元で狩猟を楽しむ人たちで、週末の猟に向けて、下見をしていて発見したそうだ。ということは、猟をするような、人でもなければ立ち入らないような、場所ということね。ああ、発見場所は茨城県日立市から、栃木県茂木町に抜ける、国道293号から山の中に細い道を、入った場所だ。道幅も狭く、初見の人が入り込むようなところではない、ということなんだ。Y ちゃんがいなくなった場所からだと、どれくらいの距離があるのかしら？直線距離で約65キロだが、実際に車を走らせた場合だと約75キロ、1時間半ほどかかるそうだ。Y ちゃんの遺体は発見された時、衣服を身につけておらず、ランドセルやメガネといった、所持品の類も一切なかったらしい。その後の司法解剖の結果、Y ちゃんの胸には鋭利な刃物で、刺された跡が十数箇所も、あったことがわかったんだ。中には背中にまで達するものもあったらしい。なんてむごいことを。ただし、その一方で遺体発見現場には、草木が踏み荒らされたような様子はなく、血痕もなかったそうだ。胸を刺しているのに血痕が周囲にない？ああ、このことは後に大切な、ファクターとなってくるので、記憶しておいてくれ。再び時計の針を2005年12月2日の、Y ちゃんの遺体発見時に戻そう。Y ちゃんが自宅のあった栃木県ではなく、茨城県で発見されたことから、事件は両県警による合同捜査となったんだ。その後、警察は Y ちゃんが、行方知れずとなった三叉路につながる、道路での聞き込みなど、地道な捜査を続ける。2007年3月には Y ちゃんの遺体の、複数箇所から汗とみられる体液が見つかり、そこから DNA が採取されたんだ。ということは、容疑者の DNA なのかしら？しかし、発表から1年半後、発見されていた DNA は栃木県警の、元捜査幹部のものとわかったんだ。え、どういうこと？実は2009年5月に再審請求即時抗告審が、行われた足利事件での証拠と、されていた DNA の再鑑定で、被害者の着衣に付着していた体液と、無期懲役が確定し服役していた S さんの、DNA 型が一致しないとの結果が出たんだ。それを受けて栃木県警は足利事件で、証拠扱いしていた DNA が、捜査員のものである可能性として、調べたんだが、Y ちゃんの事件でも、同様の間違いがないか、どうか調べてみたらしい。そしたら案の定、捜査員の一人の、DNA だったということなわけね。実はこの事件の捜査においては、他にも疑問符のつくような、捜査方針がいくつか散見されるんだ。というと、どんな？まずは事件直後、捜査本部が、注目したのは2005年の11月28日から、30日にかけてネット掲示板に書き込まれた、犯罪者予備軍ロリコンという、ハンドルネームによる書き込みなんだ。どんな書き込みだったの？今度小学生の女の子を連れ去ろうと計画中だ。とか、簡単なことだ。下校途中の女の子を一人連れ去るだけだ。学校付近はくまなく調査済みだ。という不穏当なものだったんだ。後にこの書き込みは、兵庫県内在住の当時10代の、少年によるものと判明、さらに事件後に次は真岡市の養生を狙う、と書き込んだ栃木県内の、16歳の少年も逮捕されたんだ。そして捜査関係者が取材陣に対し、犯人は猟奇的ゲームや、愛玩的フィギュアの愛好家、とした見立てを述べたりした。また、秋葉原に捜査員を潜入させて、そうしたフィギュア愛好家のリストを、入手しようとしたという話もあるんだ。懸命な捜査の一環とは思うが、潜入感で物を見ると良い結果には、結びつかないと思うんだがな。まあ確かに、西鉄バスジャック事件の、犯人の少年がネット掲示板に書き込みを、してたとか、この事件の前年に起きた、奈良正一女児殺害事件の犯人のように、逮捕後に小児性愛者による犯行、ということが明らかになった事件も、起きていたから、そう考えたくなるのもわかるけどね。次第に手詰まりになった警察は、有力情報に懸賞金をかけるなどの、模索を続けたが、事件は長期化の様相を、見せることとなったんだ。しかし事件から9年が経った2014年4月、栃木県警は突如、現在32歳の県内在住の K という男が、事件への関与を認めたと発表。一気に事態は動いたんだ。事件から9年経った2014年6月3日、別件で逮捕されていた K という男が、Y ちゃん殺害事件でも逮捕されたんだ。事件発覚から随分時間が経っているけど、よく証拠が見つかったわね。実は K の逮捕にあたっては、容疑者逮捕に結びついた情報を、提供した人が2人いたことが判明しているんだ。ということは、捜査特別報奨金と、情報提供者礼金が支払われたということよね。一体どんな情報が、寄せられたっていうのかしら？
その点は金額の内訳や、情報提供者の素性とともに、明らかにはされていないようだな。そこで、容疑者として逮捕された、K の人物像に迫ってみよう。そうね、一体どんな人物なのかしら？ K は逮捕当時32歳、栃木県鹿沼市内に、在住していたんだが、もともとは台湾人の、両親の元に生まれてるんだ。小学校に上がるまでは、台湾最大の、都市である台北の衛星都市として、発展目覚ましい新平市に、祖父母と暮らしていたそうだ。しかし、K のジップと別れて日本人の男性と、再婚した母に呼び寄せられる形で、小学6年生の時に来日、くしくも被害者の Y ちゃんと、同じ小学校に入学したものの、日本語がわからず、いつもポツンと一人で過ごしていたらしい。漢字も日本の常用漢字と、台湾で使われている繁体字じゃ違うし、読む聞く話すを一気にマスターしろと、言われても難しいわよね。一時的に台湾に帰国していたことも、あるらしいが、2009年には、日本国籍を取得、帰化していたそうだ。もともとは宮城県などの近県で開かれる、骨董市などで、アンティーク商品を、買い付けてきては転売して、生計を立てていたんだ。事件当時は偽ブランド商品を、海外から仕入れて販売したりなどしていたらしい。だから K が2014年1月に逮捕された時の、容疑は商標法違反容疑で、K の実母も共犯として逮捕されているんだ。え、最初は別の容疑で逮捕？情報提供者からの情報に、基づいて逮捕されたわけではなく？はっきりとしたことは言えない。しかし、もし情報提供が先なら、商標法違反での逮捕はいわゆる別件逮捕で、人質司法と言える余地を残す、可能性が高くなるんだよな。そして K の逮捕が発表されてから、約1年8ヶ月後の2016年2月29日、宇都宮地裁で初公判が開かれたんだ。ちなみにこれに先立つ2016年1月29日には、商標法違反と銃刀法違反についての裁判があり、2月9日に有罪判決が下っているんだぜ。なるほど。それで2月29日からは Y ちゃんに対する、殺人罪での裁判が始まったわけね。ところで、警察検察が、K の犯行だとした根拠は何なの？検察が挙げた証拠としては、まず一自白の内容は信用性がとても高く、重要な証拠となりうるということ。2Y ちゃんの遺体に付着していた、猫の毛が、K が飼っていた猫のものと、矛盾しない。3K が母親に宛てて書いた事件への、謝罪の手紙があるとしたんだ。さらにそれを保管するように、2005年12月2日未明から早朝にかけて、宇都宮市内の国道などで被告の車が、N システムに5回記録されていた、といったことを挙げたんだ。ということは、遺体から K 被告の、DNA が検出されたとか、被害者の血液が、付着した凶器が見つかったとかいう、証拠ではないわけね。ああ、それに対し弁護側は1の自白、については後に説明するとして、2の猫の毛については、矛盾しない、のであって、積極的に一致する、とは言えないとしたんだ。次に3の手紙に書かれた事件、については、Y ちゃんの殺人についての、事件ではない。受け取った母親は、自分が引き起こした事件とは、何を指すと思うかとの質問に対して、偽ブランドの事件と答えているし、K 本人は殺人をしていないのに、認める調書にサインしてしまったこと、と述べていると主張したんだ。客観的な証拠に思える N システムについては？これは検察側証人として出廷し、N システムについて証言した警察官も、認めていることだが、N システムの記録からは K の車が、遺体が見つかった茨城県日立大宮市と、自宅を往復したかどうかまでは、わからないとしたんだ。まあ、そりゃそうよね。N システムで捉えられた映像でわかるのは、カメラのある地点を基準にどっち方向から来て、どっち方向へ走っていったか、だけだもん。しかし、最終的に2016年4月8日、一審の宇都宮地裁判決は、求刑無期懲役に対して、無期懲役の判決を下したんだ。無期懲役判決を下すにあたり、宇都宮地裁は7つの、客観的事実を認定しているんだ。7つの客観的事実？まず1つ目は N システムの5回の記録中、2箇所は当時の K の自宅と、遺体発見現場とを結ぶ経路上にあるし、K は1999年頃から2002年頃まで、母親と茨城県内で行われる骨董市に、月1回のペースで通っていたから、土地勘があっても不思議ではないということ。2つ目は遺体についていた猫の毛の、DNA 型は、K が当時飼っていた猫の、ミトコンドリア DNA 型と同一の、グループに属すると認められるということ。3つ目は遺体の首の部分に認められた傷は、K が当時所持していたスタンガンによって、生じたものとして矛盾がないということ。
法律的にはそう述べるしかないかもしれないけど、であるといった断言ではなくて、不思議じゃない、矛盾がないが続いてる感はあるわねー。まあな。さらに四つ目は、K の愛車は、1992年式の白色フォードアセダン車で、Y ちゃんが拉致されたという現場付近で、目撃された古い白色セダン車と同色同型。さらに K は、Y ちゃんが拉致された、時間帯にその現場まで自動車で行くことが可能、な場所にいたということ。五つ目は K は1994年8月から、1997年4月までの間、今市市内に、居住していて、K ちゃんと同じ小学校と、それに隣接する中学校に通学していたので、拉致現場付近の土地勘があったということ。13年落ちの白色フォードアセダンって、別にトヨタ車、とか絞り込めてるわけじゃ、ないんなら、結構多いと思うんだけど。6つ目は K が事件当時、多数の、児童ポルノ画像を PC 内に、保存していたことや、複数のナイフを、所持していたこと。さらに事件後も、児童ポルノ画像や猟奇的殺人の動画、ナイフを収集していたことは、事件の犯行から想定される犯人像に整合的、であるということ。7つ目は K は Y ちゃん殺しの、取り調べが開始された直後に、実母に対し事件を起こしたことを、謝罪する手紙を送っているとしたんだ。趣味嗜好があるからといって、即、犯罪者予備軍とみなすのは、危険ということは、東京埼玉連続幼女誘拐殺人事件の犯人 M が、逮捕された時も言われたわねー。ここで自白の信用性について、検察及び弁護側の、主張について説明しておこうか。確かにこの事件が語られる際に、必ず挙げられるのが自白の信用性よね。まず、これは揺るぎない事実だが、K が自供したにもかかわらず、凶器であるとされたバタフライナイフや、犯行時に使ったとされるスタンガン、または Y ちゃんが身につけていた衣類や運動靴、ランドセルなどの遺留品は一切見つかっていない。え、スタンガンも？見つかっているのは、事件当時 K が持っていたとされる、スタンガンの空き箱だ。さらにこの事件は裁判員裁判だったんだが、その後半では K の取り調べのうち、検察側が録音録画した約80時間の中の、計7時間13分が公開されただけだったから、検察警察が自分たちに、有利な部分のみを見せた、という疑惑は消えない。そうねー、確かに取り調べの可視化は大切だけど、アメリカみたいに身柄拘束下で取り調べを、行う場合、捜査官は被疑者に対して、ミランダの諸権利を告知した上で、被疑者がその権利を放棄しない限り、弁護人の立ち会いなしに取り調べを、行うことはできない、という制度を導入している国なら、録画録音された取り調べそのものの、取り扱いについて疑問を挟むことは、少なくて済むとは思うけど、現状の日本のやり方じゃ無理があるかもね。実際、可視化の徹底のメリットは、取り調べの状況が公正だったかを、判断することが容易になるという、公判審理の円滑さと公平性の担保と、違法や不当な取り調べを抑制し、それによる虚偽自白を防止という、被疑者側かのメリットばかりに、焦点が絞られているんだけどな。取り調べ状況に関する不当な主張から、警察官を保護し、被疑者が捜査段階での、供述を覆して虚偽の供述をすることを、防止できる、という警察官側のメリット、もあるのにな。この事件のような運用方法では、刑事司法に対する国民からの信頼を強化する、という可視化の目的からは、連れていく危険性があるよな。他には、公開された録画にはなかったが、刑側の弁護士や刑本人は、取り調べで、殺してごめんなさいと50回言わされた。人格を否定する暴言を吐かれた。顔をビンタされるなどの暴行を受けた。認めれば罪が軽くなると言われたと主張。実際、公開された録画中にも、ずっと話さないつもりか。まあ、いつまでも悪夢を見続けろって話だけど。とか、いつまでも遺族とかいろんな人間に、恨まれ続けて生きていけばいいよ。という検事の発言は録画されているからな。もし検察警察側が一切そういうことは、していないということを、広く国民すべてに信用してもらいたいなら、それこそ自白の一部分だけを、公開するのは間違った手段よね。他にも Y ちゃんの司法解剖をした、筑波大学の H 教授が、弁護側の請求証人として出廷し、遺体が発見された現場の写真から、推測される出血量について、量が少なく、指を切ったか鼻血が出た、程度しかない。殺害現場と、遺棄現場は絶対に違うと指摘。死亡推定時刻についても、直腸温度や胃の内容物などから、1日午後5時から2日午前0時頃であり、検察側の主張する2日午前4時頃との、起訴事実を否定、遺体に付着した粘着テープに、誰のものか説明できない DNA 型がある、
K の DNA 型は採取されなかったと証言。その一方で、捜査を現場指揮した、県警警察官が出廷し、遺体が発見された2005年12月2日の早朝、茨城県那珂市の常磐自動車道中、インターチェンジの防犯カメラに、K が所有していた白いセダン車と、同型の車が映っていたと証言したんだ。それで判決は ?2016 年4月8日、裁判長は、自白は具体的で白紙性に富み、根幹は客観的事実と矛盾せず信用できる。N システムの記録や猫の毛の DNA 鑑定などは、犯人と直接結びつけるものではない、としながらも自白調書を重視し有罪を認定。身勝手で、あまりに過剰で残虐。地域社会への影響も見過ごせない。わずか7歳で命を奪われた被害者が受けた。恐怖や苦しみは計り知れない。として無期懲役を言い渡したんだ。それを受けて被告側はどうしたの?もちろん控訴したよ。そりゃそうだろう。裁判長は自白は客観的事実と矛盾しない。と言ったが、矛盾だらけだからな。例えば自白では林道に被害者を立たせたままナイフで5回ほど突き刺し、膝が崩れた後も5回ほど刺し続けた、となっている。しかし H 教授が証言したように、現場からはそんな血痕は見つかっていない。それには威嚇行為が目的だった。実際にそうした行為をした、という自白に対して、Y ちゃんの遺体に、そうした痕跡は一切なかったことが、司法解剖で明らかになっているしな。さらに遺体が発見された日の未明に、遺体発見現場から K の自宅に戻る、途中で高速道路を利用した、という自白の信憑性を補うものとして、2005年12月2日午前4時45分に、常磐自動車道中インターチェンジから、K の車両と酷似する車両が、流入する画像が確認されたというが、酷似、だぜ、疑わしきは被告人の利益に、の原則からは、これを自白の信憑性の、補強証拠とするのは無理がないか?確かに。そうして始まった二審の東京高裁の判決は、なんと一審破棄の上、改めて無期懲役判決、という極めて異例の展開となったんだ。それって一体どういうこと?まあざっくり言うと遺体発見現場で、見つかった血痕は、林道上と、山林内で確認された血痕を足しても21個、せいぜい数十グラムで、現場写真からも、血だまりとなったような、箇所は見当たらないのに、多数の血痕とか少なくない血痕と表現し、まるで多量の血痕が遺体発見現場付近で、確認されたかのように述べた。一審判決の表現は、事実の大幅な誇張とし、遺体発見現場付近において、同所で殺害行為が行われたことを、示すような血痕が存在したことは、何ら立証されていない。証言の趣旨を適切に理解せず、証拠の証明力を誤認し、さらには、立証責任の所在を取り違えた。事実認定を前提としている。状況と自白の内容はむしろ、矛盾する可能性が高い、とまで断じているんだ。すごい、随分踏み込んだ判断ね。さらに真冬の深夜に被害者を、全裸のまま自動車に乗せて連れ出した。その理由は遠くで解放するためという、自白についてもその合理性について、判決できちんと述べたとは言い難いとし、立ったまま Y ちゃんを刺したという、自白についても実際に体験したもので、なければ語ることのできない具体的で、白紙性に富んだ内容である、とした一審判決に対して、遺体の胸部の10箇所程度の刺し傷は、そのほとんどの刺し傷がほぼ遺体に対して、垂直方向に刺されて、さらにその歯が、垂直に引き抜かれている。その傷の中には胸骨を貫いたものもあるのに、粘着テープを手首足首に巻いた、被害者の肩を片手で掴み、もう片方の手にナイフを握って、立たせたまま50センチの身長差のある、Y ちゃんを刺した、しかもそれを、検察官の前でやってみせた時には、6秒から7秒の間に10回刺した、という認定に対し、いや、無理不自然と述べているんだ。そりゃそうよね。わざわざそんな不安定な体勢で、犯行に及ばなくてもいいわけだし、他にも内臓の色や残っていた、血液量などから判断しても、遺体発見現場及び遺体の客観的状況の、いずれの観点から見ても、本自白供述が、それらによって客観的に、裏付けられているとは到底言えない、不自然な殺害行為の対応について、取り調べ官が誘導するような内容と、考えられないことから、犯人である K が、真実を述べたものと考えるのは短絡的。K が自ら搾取した虚構である可能性を、見過ごしているとしたんだ。つまり、それらを踏まえて、一審破棄となったんでしょ?なんでそれで二審で無期懲役になるのよ?ま、非常にざっくり言うと、K の自白供述のうち、自分が Y ちゃんを、殺した犯人であることを認める、部分については信用性を認めることができる。だけど、殺害の場所や殺し方とかの部分は、
客観的な裏付けがないし、むしろ遺体発見現場や遺体の解剖結果、といった客観的な状況と矛盾する、可能性が高い、他にも不自然で不合理なものがあり、信用できない。だから、そういう信頼できないものに、基づいて下された一審の判決は破棄するよ。でも犯人であるという自白部分は、信用できるし、証拠もあるから、改めて無期懲役ねって感じだな。うーわー。ということは、逆に言うと、Y ちゃんをいつ、どこで、どのように、殺害したのかは、明らかじゃないけど、無期懲役ね、と言ってるのと、同じってことだ。確かに、そうとも言えるな。当然刑は上告したんだが、最高裁第二小法廷は2020年3月4日、4裁判官全員一致の意見として、被告側上告棄却、無期懲役が確定したんだ。刑受刑者は今はどこに？足利事件の S さんと同じ、千葉刑務所に収監されているよ。支援者たちは当然、最高裁の上告棄却に納得していないよね？今現在も冤罪であるとして、支援活動と再審請求を検討しているらしい。もう無理、もう無理、もう無理、と法廷にも提出された取り調べの、ビデオの中でも泣き叫んでいたという、刑受刑者だが、双方ともに納得できる、いや納得せざるを得ない格好とした、証拠が出てくるまでは、冤罪という懸念が、消えることはないのかもしれないな。事件から早17年、帰らぬ娘のことで心身ともに深いダメージを、負ったと言われる Y ちゃんの母が、天国に旅立ったのは刑の一審判決が、出る前の2015年だったそうだ。今、天国で再会している二人は、下界のこの顛末を見て、どう思うのかしらね。さて、というわけで今回は、今一小学1年生女児殺害事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。